お前二郎か？いいと決定だな。成人式の場で俺をバカにしてくる元同級生。昔から彼は俺を一方的に嫌って絡んできた。そんな彼に周りの同級生から非難の声が上がる。底辺、高卒、二郎のニート。不機嫌になったそいつがさらに罵倒してくる。その様子に俺は帰ろうかと思った時だった。それ以上バカにしたら許さないから。美人同級生が俺と腕を組みながらそう告げた。そんな彼女にすらひどい言葉をぶつける元同級生。さすがにそれはどうかと思い、反論すればまた俺を煽ってきた。それに対し彼女は、うちの社長の年収知りたい？と笑顔で告げた。そしてそれを境に、こいつは転落人生を歩むことになる。俺は遠藤満、二十歳になったばかりの新成人だ。昔から運動が苦手で家の中にいることが多かった。そんな俺を両親は無理やり外に出そうとはせず、自分の好きなようにさせてくれたものだ。満、パソコンに興味はないか？それどころか俺の興味を広げてくれた。そんな両親には深く感謝している。両親のおかげで今の俺がいるのだから。満と遊んでてもつまんないや。時にはそう言って俺から離れる友達もいた。親戚の中には、子供は外で遊ぶものだと家の中にいる俺を外に出そうとする人もいた。それでも両親は俺のことを信じてくれていた。今はそんな両親のもとを離れて生活している。満、成人式の案内が届いてたわよ。母からの連絡に俺はため息をつく。正直言うと成人式に行きたくない。学生時代に嫌な思い出があり、行きたいとは思えないのだ。満も成人式出るでしょ？いや、俺は欠席しようって考えてる。え？俺の返事に驚く幼なじみの坂本ゆり。そして困ったような顔をして俺に懇願してきた。お願い、一緒に出席して。え？なんで？当日車出してほしいの。私は車持ってないし、当日お父さんが夜まで使うことになってるからさ。成人式の会場は公共交通機関が近くにないので、当日車が使えないのは厳しい。そのため俺はしぶしぶ行くことにした。俺は昔から彼女に弱いのだ。満が幼なじみでよかった。そう言って笑うゆりとは家が隣同士で、生まれた時からの幼なじみだ。お互い一人っ子で、俺たちは本当の兄弟のように育ってきた。彼女も俺の趣味に関しては理解があり、俺が趣味に没頭している間は邪魔をしてこなかった。まあその分時々外に連れ出されては遊びに付き合わされたけど、とはいえゆりが俺に無理を強いることはなかったから、俺自身も楽しむことができていたけど、それにしてももう成人か。なんだか実感ないな。そんなもん？そんなもんだよ。まだ大学生なせいか、成人したって実感がないのよ。ゆりは大学2年生だ。一方、俺は大学には通っていない。そのこともあり、同級生たちに会うのが、なんとなく、憂鬱なのだ。俺は高校3年生の3学期に病気で入院してしまった。高校の単位はほとんど取れていたから、入院中に高校の行為で
課題とテストをクリアして卒業することはできた。みつる、大学は？ああ、うん。今年は諦めるよ。まずはこの病気を治すことが優先だから。しかし、入院して治療に専念したため、現役で大学入試を受けられなかった。その後、回復して退院したが、他にやりたいことがあるから、大学には行かない。それがみつるの決断なら、私は応援するわ。受験をする頃には、大学に行くより他に、やりたいことを見つけてしまった。そのため、その次の入試も受けなかったので、俺の最終学歴は高卒だ。しかし、同級生のほとんどは大学生。そのため、大学に進学していない俺は、なんとなく引け目を感じていた。俺以外、みんな大学に行ってるんだよな。同級生の中には、親しくしていたやつもいる。入院していた俺が退屈しないようにと、何度も見舞いに来てくれたやつだっていた。しかし、そんな彼らにも、大学進学した後は会っていない。俺には彼らと会う勇気がなかったのだ。ああ、嫌だな。もう、諦めなさいって。成人式が近づくにつれて、行きたくないという気持ちになっていく。そんな俺を呆れたように笑うユリ。だって、気持ちはわかるけどさ。もうこうなったら楽しむしかないって。彼女の言葉に俺も苦笑する。確かに出席するのが決まった以上、うだうだ言っていても仕方ない。そうだな。久しぶりに会う友達もいるし、楽しむのを優先しようかな。そうよ。そっちの方がいいわ。私もみんなに会うの楽しみだわ。そう言って、楽しそうにする彼女を見習い、俺も当日を楽しもうと考えた。それから数日後、成人式当日。わあ、みんな懐かしいな。俺とユリが成人式の会場に到着すると、ちらほらと見知った顔があった。わあ、みんな久しぶり。あ、ユリちゃん、久しぶり。ユリってば、ますます綺麗になったんじゃない？ユリは笑顔で女友達の方に駆け寄る。そんな元気な姿に笑っていると。あれ？ミツル？本当だ、ミツルじゃん。体は大丈夫なのかよ。俺も友達に声をかけられた。みんな俺の体を気遣ってくれ、感知したことに喜んでくれる。それだけでも来てよかった。そう思うことができた。みんな久しぶりじゃん。あんま変わってないな。そこに中学の同級生だった青木聖也が現れた。大声で入ってきたので自然と視線が彼に集まる。それは俺も同じで、聖也に視線を向けているとバチリと目が合った。すると彼はにやりと嫌な笑みを浮かべる。ネクラのミツルがいるじゃん。そういう彼の姿に嫌な思い出が頭をよぎった。聖也はスポーツ万能で、中学時代はモテていた。また聖也のファンだってのがいるよ。本当だ、相変わらずモテモテだな。そうだけど正直邪魔なんだよな。バスケ部はいつも聖也のファンで溢れていたほどだ。まあそのせいで他のバスケ部員や体育館を使う部活の人たちに鬱陶しそうにされてたけど、そんな聖也はユリのことが好きだった。だから彼女の幼なじみである俺が大嫌いなのだ。ネクラのくせに、なんでお前なんかがユリの隣にいるんだよ。中学生時代から俺は何かと聖也にきつく当たられていた。うるさいな、しつこいよ。本当にムカつくやつだな。
当時の俺は地味で目立たない存在だった。運動もできなくて、パソコンが唯一の趣味。見るからに地味な俺が、ゆりと仲がいいのが、せいやの気に障ったらしい。お前が近くにいるから、ゆりは俺のことを見ないんだ。そうじゃなきゃ、何度も俺の告白を断るはずがないんだ。ゆりは何度せいやから告白されても、彼を振り続けたのだが、とてもしつこかった。何度も何度も告白し、行く先々に現れては遊びなどに誘う。もう無理。高校は違うところに行くわ。そのせいで、ゆりはせいやと離れたくて、女子校を選んだほどだ。お前さえいなければ、ゆりは俺のものになったのに。ゆりが女子校に進むと知ってからせいやは、不満の矛先を俺に向けた。嫌がらせをするようになり、卒業間近は俺にとっても辛いものだった。嫌な奴と会っちゃったな。成人式で一番会いたくない相手と出会ってしまった。せいやがニヤニヤと笑いながら近づいてくる様子を見て、俺はもう帰りたくなった。俺はこれから絡まれるだろうことを予想し、深くため息をついた。お前さ、入院で大学受験逃したらしいな。一浪してどこの大学に行ったんだ？嫌な笑みを浮かべたまま、そう問いかけてくる。どうせ大した大学に行ってないと、その顔が言っていた。いや、大学には行ってないんだ。なんだって？正直に答えると、せいやは大げさに驚く。そして、すぐにバカにしたような笑みを浮かべた。お前二浪か？ニート決定だな。そして、見下したように言ってくるせいや。ふわぁ、まだ二十歳なのに人生終わってる。俺をバカにしてくる彼に対し、俺は黙り込んだ。そんな俺に代わり。おい、せいや、いい加減にしろ。そうだぞ、みつるに謝れよ。周りの同級生たちがせいやを非難した。その言葉に不機嫌そうな顔をする彼。底辺、高卒、二浪のニート、お先真っ暗だな。しかし周りには言い返さずに俺に絡んできた。その姿はあの時と変わらない。それにあの頃感じていた辛い思いが蘇ってしまう。ゆりには申し訳ないが、本気で帰ろうと思った。その時だった。いきなり後ろから俺の腕を取られる。それ以上バカにしたら許さないから。思わず振り返った先にはゆりがいた。そして俺の腕をつかみながら、せいやに啖呵を切った。ゆりの登場に目を丸くするせいや。すぐに嫌な笑みに変わる。ゆりじゃないか。相変わらず可愛いな。今どこの大学？彼氏はいるのか？ゆりの機嫌が悪いことも気にしないで、せいやは彼女に話しかける。それにゆりは鬱陶しいという態度を隠さず、彼を睨んだ。あんたに答えるつもりはない。私の個人情報を探らないでよ。そうゆりはせいやに噛みついた。その言葉にムッとするせいや。なんでいつもそういう態度なんだよ。ムカつくな。そして今度はゆりに文句を言い始めた。お前レベル大したことないんだよ。昔は可愛くてチヤホヤされてただろうけど、大学にはもっと美人がいっぱいいるしな。そう言ってせいやはゆりをバカにし始めた。それを聞いて今度は俺がせいやに腹が立つのを感じた。そういうふうに人をけなしてばかりで何が楽しいんだ。正直今のお前はかっこ悪いぞ。地味で二浪のニートが吠えるなよ。惨めなだけだぞ。貧乏な人生しか見えんわ。
俺が反論すると再び聖夜の標的が俺に変わる。そして煽ってくる彼に対し怒りを通り越して呆れてきた。誰が貧乏ですって？そんな俺に対しユリは余裕そうに笑う。うちの社長の年収知りたい？そう言い俺と腕をぎゅっと組む。誰が社長だって？ミツルが社長なのよ。私はそこの社員なの。なおも俺をバカにするセイヤに大きな声で反論するユリ。その言葉に会場の空気が変わる。今まで俺たちのやりとりに向けられていた視線は俺に集中した。遠藤、またパソコンをかまってるのか？これくらいしかやることがないので。俺は入院中、病院ですることもなく持ち込んだパソコンを毎日いじっていた。そんな俺に苦笑する高校の先生。そういえば知ってるか？病院の中にも学校があるんだぞ。え、知りませんでした。今度覗いてみます。ある日俺は高校の先生にそう教えられ、実際に覗いてみることにした。そこには小さい子から中学生くらいの子まで幅広い年齢の子供がいた。中には点滴をしたり、何やら機械からコードを体につなげたまま勉強している子たちが多くいた。先生、ここ教えて。ここ難しいな。次僕も教えて。みんな体がつらいはずなのに楽しそうに勉強している。その姿を見て俺は驚いた。みつる兄ちゃん、ここわかんないんだけど。ああ、どこだ？俺も高校の先生から与えられた課題をその教室に通ってこなし始める。手が空けば小さい子たちに勉強も教えていた。それに感謝し、みつる兄ちゃんと言ってくれる子供たちに癒される日々。毎日通って偉いな。うん、僕病気の関係で学校行けないから、その分ここで勉強するんだ。病気の子は学校に通えないからこそ、この狭い院内の教室で勉強できることを喜んでいるようだった。本当はね、もっとたくさん勉強したいんだ。僕も、でもすぐ疲れちゃうんだけどね。どこか諦めたように話す子供たち。そんな子供たちを見て俺はある決断をする。みつる、何をしているの？ああ、学習プログラムを作ってるんだ。俺があの子たちにできるのがこれくらいしかないから。俺は得意なパソコンの知識を使い、子供たちに学習プログラムを作り始めた。病気の子の中には筋力が落ちている子もいる。鉛筆を握るのも苦労する子が多いので、タブレットでタッチするだけで回答できるテキストを作成。これなら僕でもできるよ。私もみんなと同じように勉強できて嬉しい。どんな病気の子でも使えると評判になった。最初はお試しということで1台しか用意していなかったタブレット。それに初めは子供たちが群がっている状態だったが、病院の意向で数台用意してもらったおかげでみんな平等に使ってくれている。そして系列の病院で使わせてくれないだろうか。対価は必ず払うから。院内学級の先生からそうお願いされたのを機に、俺は会社を立ち上げて病児専用の学習プログラムを作り提供するようになった。それが今では大きな病院でも採用されるように、多くの顧客を抱えるまでになっていた。ねえみつる、起業する気はない？え、起業？会社の立ち上げはユリの助言が大きい。このシステムを売るなら法人化した方がいいわ。退院した俺に経済学部に入った彼女がそう言って協力してくれたのだ。そしてユリは会社設立からずっと協力してくれ、
今では会社員と大学生の二足のわらじを履いている。ゆりには感謝してもしきれないな。そうね、しっかり感謝しなさいよ。そう言って笑う彼女は頼もしいものだった。ああ、本当に感謝してるよ。そんな彼女に俺も微笑みながら返した。みつるが社長？驚く聖夜の声に昔のことを思い出していた俺は現実に引き戻される。そして俺とゆりは名刺を出して聖夜に渡した。え、これってみつるの会社なんだ。それを覗き込んだ看護学生の同級生が驚きの声を上げる。ここの学習ソフト、うちの学校でも評判だぞ。系列の病院に導入したら病児の学力が上がった上にみんな楽しく学習しているって親御さんにも大好評なんだよ。それ私も聞いたことある。まさかみつるが開発者だなんて。先ほどとは違う意味で視線を集め、俺は思わず照れて目を泳がせた。そんな俺とは真逆で輝くような笑顔を浮かべるゆり。うちの社長の年収1000万円超えたから。私の給料もサラリーマンの平均年収を超えたわよ。そうゆりが自慢すると周りの同級生たちがすげえと簡単の声を上げる。そんな中、聖夜は周りの反応やゆりの告げた内容に悔しがる様子を見せていた。なんだよ、高卒のくせに、二浪のくせに。そう言ってまだ俺を見下そうとしてくる。それに周りは呆れた視線を向けた。お前もうやめろよ、みつるとゆりは間違いなく勝ち組だ。そうそう、俺たちが大学を卒業しちゃってこの二人に勝てるとは思えないんだから、負けを認めろよ。そう聖夜をたしなめる。それに彼は言い返そうとしたのか、パッと周りを見た。しかし全員に冷たい視線を向けられ、何も言わずに黙る。みつるはね、自分の才能を生かしてたくさんの子供たちの笑顔を作ってるの。それで大学に行っているあなたはどんな偉業を果たしたのかしら。ゆりも冷たい視線を向けながら告げる。すると彼は顔を真っ赤にし、どこかへ逃げていってしまった。それにしてもすごいな、みつる。本当だよな。なあ、詳しい話を聞かせてくれよ。うちの親戚が導入するか考えててさ。それから俺は同級生たちに囲まれた。ゆりも女友達に囲まれて、すごい、さすがゆりともてはやされている。いや、本当にびっくりしたよ。でもさ、みつるって運動はできなくても頭良かったよな。確かに、なんだか納得って感じ。もうそれくらいにしてくれ。あまりにも周りが褒めるので思わずそう言えば、照れてると今度はからかわれてしまう。それにも恥ずかしくて目をそらす。しかしそんなノリが懐かしくて、すぐに周りと一緒になって笑った。それにしてもゆりは相変わらずかっこいいな。本当だな。それにスカッとしたわ。俺聖夜のこと嫌いだし。そういった同級生はどうやら聖夜と同じ大学に行っているらしい。入学当初は顔の良さもあり、昔のようにモテていた聖夜。しかし周りを見下す態度にどんどん人が離れているそうだ。まあ、あんな奴と一緒にいたいとは思えないよな。すぐに彼の性格に気づいた女子大生たちは聖夜から距離を取っている。そのためモテても彼女の類はいないそうだ。そのせいか、あいつ俺のところにも来るんだけど、みつるに嫌がらせをしてたのも知ってるから関わりたくなくていつも逃げてる。みつるが入院した時もひどかったよな。学生時代、周りは俺のことを助けてくれていた。聖夜が絡んできたら間に割り込んでくれたし、
嫌がらせをした時は彼をいさめてくれた。そして今でも変わらず助けようとしてくれた同級生たち。なんとなく気まずくて距離を取ろうとしていたが、この様子ならまた交流してもいいかな。なあ、みつる、成人式の後、時間あるか？いろいろと話したいし、飲みに行かないか？悪い、車で来てるんだ。また今度誘ってくれないか？なら、今度みんなで予定合わせね。みんなみつると飲みたいだろうし。ということで、今度みんなで飲むことに。今から楽しみだと感じた。ね、来てよかったでしょ？ゆりの言葉に俺は笑顔でうなずいた。それからあっという間に時間は過ぎ、成人式はお開きとなった。またみつると話せてよかったわ。俺もみんなと会えてよかった。今度絶対に遊びに行こうな。同級生たちとしっかり約束し、俺はゆりと一緒に帰宅する。出席するまではもやもやしていたが、今では満足感に包まれている。ゆりの言う通り、参加してよかったと心の底から思っていた。それから成人式が終わり、いつもの日々が戻ってきた。顧客となる病院は全国に広がり、また特別学級や養護施設でも取り入れられるように。そのおかげで業績は右肩上がりだ。これからはバリバリ働くわよ。今までだってバリバリ働いてただろう。そうだけどね。でもこれからは仕事に専念できるから。ゆりは大学を卒業し、本格的に仕事をしだした。彼女の営業能力は目を見張るものがあり、さらに会社は急成長していった。それで今年から新卒も受け入れようかなと思う。そうね、さすがに今のままじゃ人手不足だわ。ということで新卒採用をすることに。今まではここまで成長すると思わなかったから、知り合いや中途採用の少数精鋭でやってきた。しかしさすがに手が回らなくなってきたのだ。え？どうかしたのか、ゆり。ちょっとこれ見て。予想外だったのは、新卒採用の応募者に聖夜がいたことだった。書類選考は通ったので一応面接をする。当然採用だろ。俺は優秀だからすぐに戦力になる。だから早く出世させろよ。採用して当たり前だという態度の聖夜。それどころかこちらを舐め切ったセリフに俺もゆりも呆れた。それは採用担当者全員の総意で、不採用で意見は一致した。そのため俺はすぐにお祈りメールを送る。すると、おい、なんで不採用なんだよ。そう怒鳴り込んできた。まさかここまでバカなんて。そう思い呆れて何も言えない俺に対して、聖夜を睨むゆり。そういう人をバカにする態度の人はうちの社員に必要ありません。ちっ、不採用にしたことを後悔するぞ。ゆりが切り捨てると、そう捨て台詞を吐いて去っていった。それからの聖夜の様子は、後に開かれた飲み会で聞かされた。あくまで噂なんだけどさ、聖夜のやつ大手ばかり受けてことごとく落ちたんだって。それで渋々みつるのところを受けたらしいぞ。いや、うちだって聖夜みたいのは勘弁だ。俺の言葉に、確かにとみんなは笑う。そしてうちに断られた聖夜は、その後は中小に応募するようになった。しかし落ち続けてとうとう就職浪人になってしまったらしい。今じゃコンビニのバイトをしながら来年の就職に向けて準備してるんだと。でもさ、あいつがあの性格のままなら二浪するんじゃね。みんながその言葉にうなずく。それは同級生たち全員の予想だった。
まあ、あの性格じゃ無理だろう。人をバカにして自分の思い通りにならなかったら執着する。そんな奴を雇いたいと思う会社はないだろう。まあ、あいつの自業自得だな。そうつぶやいた同級生の言葉に俺はうなずいた。それからしばらくして俺は入院していた病院を訪れた。はっ、みつる兄ちゃんだ。ああ、久しぶり。あの時いた子のほとんどは退院している。しかし、中にはまだ入院している子もおり、俺の姿を見て笑顔を浮かべた。みつる兄ちゃんが作ったこれのおかげで、この間テストで100点取ったんだ。そうか、それはすごいな。俺に自慢してくる子供に笑顔で返す。俺が作った学習プログラムでここまで喜んでもらえて本当に嬉しかった。遠藤は本当にすごいな。まさかこんなものまで作れると思わなかった。そう言って笑う高校の先生。今回俺は子供たちに会いに来たのと、先生も病気で入院したと連絡を受けて見舞いに来たのだ。あの日先生がこの教室の存在を教えてくれたから、俺はここまで成功できたんですよ。ああ、なんとなくお前がつまんなそうな顔をしてたからな。高校の先生は院内学級の先生と知り合いらしい。それでこの教室の話を聞き、俺に教えてくれたそうだ。本当に助かってるよ。あれなら勉強したくないという子供もやりたいって言って積極的にやってくれるんだ。院内学級の先生もニコニコと笑顔で話してくれ、開発してよかったと心から思った。そして実際に使って笑顔を浮かべてくれる子供たちを見て、さらにやる気に満ちていく。というわけで、先生たちの視点からこういうのが欲しいとかありますか？そこで教える側の先生たちの話を聞き、頭の中で構築していく。あ、そうだ、入院中先生も暇でしょ。大人向けの学習プログラムも作ったから、先生の方で試運転してくれないかな。面白そうだな。もし完成したらまた提供してくれないか。患者の中には大人になっても勉強したいって人もいるから。院内学級の先生にそう頼まれ、俺はうなずいた。さて、これから忙しくなるようだし、会社に戻って頑張ろう。そう決意していると、みつる兄ちゃん。まさひこくん、どうかした？まさひこという名前の中学生の子に声をかけられた。彼は小さい頃から入院しており、筋力も落ちていた。そのため学校に行けず勉強もあまりできなかったが、学習プログラムのおかげで、僕でも勉強ができると泣きながら喜んでくれた。僕ね、病気がやっと治ったから高校からは学校に通えるって。そうなんだ、おめでとう。ありがとう。それでさ、僕にもプログラミングを教えて。お兄ちゃんの会社に入るのが僕の夢なんだ。そう言ってくれた彼に、今度は俺が泣きそうになる。まさかこんな風に言ってもらえると思わなかったのだ。そのため俺が学習プログラムを作るきっかけを与えてくれた先生たちに心の底から感謝した。そのため大人向け学習プログラムの開発と並行して、今までの学習プログラムにプログラミングを取り入れた。それがまたヒットし、さらに成長していくことに、ということがあったんだ。なんだか嬉しいけどちょっと恥ずかしいわね。俺は帰ってすぐにユリに正彦くんのことを話した。彼のことはユリも知っているので、俺の言葉に嬉しそうな顔をする。きっと彼なら将来優秀なプログラマーになるわ。自信満々にそう言うユリ。そんな彼女の予想は見事に当たることになる。それから数年後、
大学を卒業した彼は凄腕プログラマーとしてうちの会社に入り活躍することになるのだった。そうだ、おじさんたちがミツルに会いたいって言ってたよ。全然実家に顔を出してないらしいじゃん。え？ああ、なんだかんだ忙しくて。それにしても俺に直接連絡すればいいのに。だってミツルって電話取らないじゃん。ユリの言葉に苦笑する。確かに俺は昔から集中すると周りの声が聞こえなくなることがある。そしてスマホを放置気味なので連絡に気づかなかったのだろう。本当だ、連絡が来てる。もうその癖直しなさいよ。うん、ごめん。ユリの言葉に苦笑しながらスマホを確認すると中にはセイヤから連絡が来ていた。どうやら同級生経由で俺の連絡先を手に入れたらしい。そこには俺を雇えば絶対に活躍できるとか、過去のことは水に流せと書かれていた。急に顔をしかめてどうしたの？せいやから連絡来てた。相変わらずしつこいわね。ユリの言葉にうなずきつつ、俺はせいやの連絡先ごとメッセージを消した。それからしばらくした頃だった。ユリ！ユリと一緒に会社を出るとせいやと遭遇した。彼の姿を見た途端、ユリは俺の後ろに隠れながら鬱陶しいという顔をする。俺、本当にユリのことが好きなんだ。だから。悪いけど、彼女は俺の婚約者なんだ。俺はユリをかばいながら、せいやにそう告げた。それに彼は、え？と硬直する。だから、彼女のことは諦めろ。そうよ。私はミツル一筋なんだから。そう言って、ユリはあの日のように、俺に腕を絡めた。そんな俺たちを震えながら見つめるせいや。すると。いつも俺の邪魔しやがって。そう言い、俺に殴りかかろうとするせいや。とっさにユリと共に避けると、空ぶった勢いで、せいやはそのまま転ぶ。ふざけやがって。何をしてる？そこに会社の警備員が駆けつけて、彼は取り押さえられた。せいやは俺を大声で罵倒しながら、そのまま警察に確保されていった。大丈夫？怪我してないか？私は平気よ。それにしても、珍しくかっこよかったわよ。珍しいは余計だよ。こんなことがあっても、いつも通りな彼女に俺は脱力した。さて、あんな奴はさっさと忘れましょう。今日はおばさんたちとご飯なんだから。そう言って、俺の手を引くユリ。俺とユリはもうすぐ結婚する。ずっと一緒にいた彼女とは、大学を卒業した時点で交際が始まっていた。ミツルは、私が支えてあげないとダメだから。ということらしい。確かに、会社にするように助言したのも、その後会社を大きくしたのもユリの手腕があってこそだ。売るものを作ったのは俺だったが、ユリがいなければ仕事にはしていなかった。これからも俺の隣にいてくれ。ええ、もちろん。俺は今まで支えてくれたユリと間もなく人生のパートナーとして支え合っていけることに幸せを感じていた。今までもこれからも、私がミツルを引っ張ってあげる。はは、頼もしいな。その後、俺とユリは結婚した。結婚式には、セイヤ以外の同級生を呼んだ。お似合いだとは思ってたけど、まさか結婚するなんてな。おめでとう、二人とも。みんなが俺たちのことを祝福してくれる。あの日、成人式に出なければここまで穏やかな心境ではいられなかったかもしれない。きっと今も気まずさを抱えていただろう。そして
それから翌年、ゆりは可愛い娘を産んでくれた。俺ももっと頼りになる男にならないと。そうね、あなたにも頑張ってもらわないとね。そう言って笑うゆり。大事な家族を守るため、そして俺の力を必要としてくれる人のため、これからますます頑張ろうと心に誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。看板持ちのアルバイト中？暑い中、こんなことさせられてかわいそうね。ま、あんたにはお似合いか。別れて正解だったわ。ケラケラと笑いながら言ってくる女性。彼女は俺の元カノだ。ある日、俺は新築マンション販売の看板持ちをやっていた。じりじりと容赦なく肌を焼いてくる太陽。水分補給をしようとペットボトルに手を伸ばしたところで、ある女性が目に入った。こちらに向かって歩いてきたその女性は、なぜか俺の顔を穴が開くほどじっと見つめてきたのだ。一体何だろう？懸念に思いながら、俺も彼女の顔をちらりと見てみると、途端に胸の中に懐かしさが広がった。なんと学生時代に付き合っていた相手だということが判明したのである。まさか元カノと再会してしまうだなんて。何とも言えない感情が胸の中に渦巻き、顔がこわばる俺とは対照的に、彼女は愉快そうに笑って馬鹿にするような言葉をぶつけてきたではないか。そこへ、不穏になり始めた空気を切り裂くかのような爽やかな声が響き渡った。社長、全個完売です。振り向くと、そこにはニコニコと笑顔を浮かべる女性が立っている。彼女の言葉に、元カノはあんぐりと口を開け、呆然としたように、社長？とつぶやいた。ここで俺をバカにしていた彼女は、真実を知ることになるのだった。俺の名前は森山隆也。つい先日、アラフォーに突入した凡庸な男だ。自分で言っていて悲しくなってしまうが、これといって優れたところはないと自覚している。自分のいいところを強いて言うとしたら、勇み肌なところだろうか。まあ、それも自分で思っていたわけではなく、人から言われたことがあるだけなのだが。この年になったら、その勇敢さもほとんど無意味なんだけどな、と笑うしかない。そんな俺は、ある日、新築マンション販売の看板持ちをやっていた。ギラギラと照りつける太陽が容赦なくじりじりと肌を焼いていく。道行く人々を見てみると、俺と同じように汗だくになっている人が何人もいた。この日の気温は昼前で35度に迫っていた。そのうち40度くらいになるかもしれない。天気予報では最高37度と言っていたが、ここはアスファルトで舗装された地面のため、それよりももっと暑そうだ。ワイシャツの中はすでに汗でぐっしょりと湿っており、肌に張り付いていた。頭の中が熱いって埋め尽くされているので、頭に汗の不快感などはどうでもよくなっている。俺は持参していたスポーツドリンクのペットボトルの蓋を開け、それをグビグビと煽った。買ったばかりの時は冷たかったそれも、すっかりぬるくなってしまっている。爽快感は特に味わえなかった。水分補給を終えて、再び通行人をぼーっと見ていると、目の前を制服を着た高校生らしき少年が通りかかった。部活動の練習に行くのか、スポーツバッグを背負っている。その姿を見て、俺は高校1年生の時のある日を思い出していた。確か、あの日もこんな風に暑かったっけな。そんな独り言は、誰の耳にも届かず、雑踏の中に消えてゆく。その日、俺は部活動を終えて、早足で駐輪場まで向かっていた。グラウンドはまるで灼熱地獄のよう、汗が止まることなく背中や脇を流れていた。一刻も早く帰宅してシャワーを浴びたい。冷水を肌に当てるヒヤッとした感覚を思い出し、ぶるりと体を小さく震わせた。
その時、どこかから声が聞こえたのだ。ちょっと、やめてってば。いいじゃん。カラオケ行くだけだからさ。付き合ってくれよ。そんなに嫌がるなよ。悲しいな。もう本当にやめてよ。男女の言い争うような声。女子の方は切羽詰まった声で拒否しているようだが、それを本気だと受け取っていないのか、男子の方はヘラヘラと笑い混じりでしつこく迫っている。声は建物の陰から聞こえているようだった。バレないようにこっそり覗いてみると、一人の女子が二人の男子に絡まれているではないか。早く行こうぜ。そう言いながら、男子がしつこく女子の腕を引っ張っている。彼女はひどく抵抗していて、その白い腕に赤い手形がくっきりとついていた。表情も険しく、嫌悪感がにじみ出ていて、本気で嫌がっているのがひしひしと伝わってくる。助けなければ。一刻も早くシャワーを浴びたいという気持ちはいつの間にか消し飛び、頭の中がその使命でいっぱいになった。やめろ。その子は嫌がっているだろう。突然その場に現れた俺に拍子抜けしたのか、女子を引っ張る手が止まる。彼らは一瞬だけ目を丸くしたが、俺の存在を認識すると徐々に眉間にシワが寄っていった。あ？誰だよお前。いいところなんだから邪魔するなよ。鬼のような形相で睨まれても、こちらは一歩も引くつもりはなかった。同じように鋭く目を細め、まっすぐその二人のことを見据える。その子の顔を見て、嫌がっているってわからないのか？手を離せよ。お前に関係ないだろ？俺たちはこれから遊びに行くんだって。話が通じない。女子は彼の言葉を否定しようと、涙目になりながら首を横に振っている。どう見たって嫌がってるじゃないか。俺がきっぱりとそう言ったところで、相手が面倒くさそうにため息をついた。お前、何なんだよ、この偽善者が。そう叫ぶなり、拳を振りかぶってくる。顔や腹に走る衝撃、意識が遠のきかけ、もう一人の自分が上からこの状況を俯瞰しているような感覚に陥った。しかし、ここで自分が倒れたら、女子が連れ去られてしまう、と。頭の中に警告音が鳴り響き、どうにか意識を保つ。なんだよ、こいつ、しぶといな。もういいよ、行こう。なんか、興ざめだわ。俺がなかなかダウンしないことにうんざりしたのか、いつの間にか彼らはいなくなっていた。ちらりと女子の方に視線を向けてみると、女性は怯えた表情こそしていたが、傷跡などは一つもない。よかったと胸をなで下ろし、ずるずると壁にもたれかかる。すると、その近くに女子がしゃがんだ。そして、俺の顔を覗き込んでくる。助けてくれてありがとう。あの、二組の森山くんだよね。ああ。口からは、かすれた声しか出ない。いつも通りの声量も出せないほど、体から力が抜けてしまっているのだ。先ほどまで、男子二人の方ばかりに視線を向けていたため気がつかなかったが、絡まれていた女子は同じ学年の伏見風花だった。クラスは一組。合同で体育の授業を受けるときなどに見たことがある。彼女はかなりの有名人だった。同学年の中でトップ3に入るほど男子からの人気が高かったからである。伏見の目が可愛いんだよな。あ、わかるわ。目でかいし、まつげも長いし。クラスメートがそんなことを話していたのを思い出す。確かになと思いながら、俺は彼女の目に吸い込まれそうになっていた。涙の膜が張ったそれに、我ながら痛々しい姿をしている自分が映っている。痛いよね。ごめんね。大丈夫？風花が苦しそうにそう尋ねてきた。今にも泣き出しそうな彼女を安心させるために、俺は無理やり笑顔を作った。唇の端が切れているため、じくじくと痛む。全然大したことないよ。余裕そうに振る舞ったつもりだったが、口から出てきた声は、すっとんきょうでひどく間抜けだった。我慢したつもりだが、泣きそうになってしまい、視界がぼやけてくる。かっこつかないなと、
自分に呆れてため息をつきそうになってしまった。それが面白かったのか、風花が笑みを漏らす。嘘つき、泣きそうな顔してるじゃん。そう言うと、風花は近くの水道でハンカチを濡らしてきて、それを渡してくれた。はい、冷やした方がいいよ。ありがとう。動揺しながらもお礼を言って受け取る。そしてそれをピタリと頬に当てた。一瞬だけ痛みが襲ってきて肩を揺らしたが、その後は熱を持った患部を静かに冷やしてくれた。他に痛いところはある？部活動後の俺の体は汗だくだというのに、彼女は一切戸惑うことなく肩や腕などに触れてくる。女子とまともに関わったことのない俺は思わずどぎまぎしてしまい、首の振り方もぎこちなくなってしまった。風花は名前に含まれている花のような笑顔を向け、言葉をこぼす。本当にありがとう。優しいんだね、森山くんって。心の底からそう思っているような、混じりっ気のない純粋な声色。俺が照れながら、いや、とだけ返すと、彼女は、それに、と言葉を続ける。そして風にさらわれそうなほど小さな声でこう言ったのだ。かっこよかった。途端に早く、そして大きくなる自分の心臓の鼓動。落ち着けようと思って深く息を吐いても治らない。その音しか聞こえなくなってしまい、風花が口を動かして何かを言っているのは見えたが、その内容は何もわからなかった。気がついた頃にはメールアドレスを交換しており、お互いの帰宅を見送り合っていたのである。その日の夜、ベッドで寝転んでいると携帯が鳴った。跳ね起きて画面を見ると、そこには風花からのメールが表示されていた。改めて、今日は本当にありがとう。どういたしまして、大したことじゃないよ。どの言葉もしっくりこない気がして、返信の内容を1時間以上悩み続けてしまった。そんなことがあった日から、俺と風花はたびたび話をするようになった。あ、森山くん、おはよう。おはよう。風花は廊下や下駄箱で会った時などに、必ずたわいもない話を振ってくれたのだ。学年の人気者である彼女と、めったに異性と話さない俺。この組み合わせがあまりにも異色だったのか、同級生たちがちらちらとこちらに視線を向けながら通り過ぎていくことも多々あった。しかしそんなことが気にならないくらい、彼女と過ごす時間は楽しかった。今日も話せて楽しかったよ。おやすみ。明日合同で体育あるね。楽しみだな。そんな可愛らしいメールが頻繁に届くたび、俺は夢のような気持ちを味わっていたものだ。自分の妄想や勘違いなどではなく、風花との仲は確実に深まっていった。そして、俺から映画に誘ったことをきっかけに、正式に恋人となったのである。森山くん、伏見さんという呼び方から、高谷、風花と名前で呼び合うようになった。最初はぎこちなく、ロボットのような抑揚のない声になってしまい、それを聞いた彼女が愉快そうに笑うというのが、常だったのである。それから時が経ち、進路について周りが少しずつ考え始める時期になった。オープンキャンパス、説明会といった言葉が飛び交う教室。風花も例外ではなく、大学進学を考えていて資料などを取り寄せていると語った。まだ何も考えていなかった俺は、自分だけが取り残されてしまうのではないかという感覚に陥った。大学に行ってやりたい勉強があるんだよね。そう言いながら、未来への希望に目を輝かせる風花を見て、俺の中にとある思いが芽生える。彼女と同じ大学に行きたいというものだ。しかし、ここで問題があった。俺と彼女にはかなり学力の差があったのである。向こうは定期試験で毎回学年10位以内に食い込むほど優秀だった。片や俺は赤点ギリギリ。親からちゃんと勉強しなさいと厳しく言いつけられてもやる気を出さなかった俺だが、この時ばかりは珍しく勉強に対して真面目に取り組む姿勢を見せた。時折昼休みや放課後などに、
風花からわからない部分を教えてもらうこともあった。そうしているうちに、なんと俺も学年10位以内に食い込むのも夢じゃないレベルになったのだ。俺が勉強できなかったことを知っていたクラスメイトは目を丸くして驚いていた。一番驚いたのは俺自身である。まさか自分がこんないい成績を目にすることになろうとは、と感動すら覚えてしまった。すべては風花と同じ大学に行くため、周りから見れば単純な動機だったかもしれない。これだけの理由で、どうせ長続きしないよ、と言われたこともあった。しかしそんな周りの予想に反し、俺の情熱はずっと冷めず、ついに彼女と同じ大学に合格することができたのだ。彼女との関係が続いたまま大学2年生になった。もう4年にもなるのだ。気が早いかもしれないが、このまま将来的に結婚するかもしれない、と俺は本気で思っていた。しかしそんな矢先、絶望に突き落とされる。水族館に一緒に行った帰りのことだった。多種多様の魚、可愛らしいペンギンやイルカのショーを見ることができて、ホクホクの俺とは対照的になぜか風花の表情は暗い。楽しくなかったのだろうかと不安になったその時、彼女が口を開いた。高谷、私たち別れよ。え？別れようと言われたのか。その言葉が信じられず、もう一回言ってと頼んでも聞こえてきたのはやはり同じ。俺は瞬きも忘れ、食い入るように風花の顔を見つめていた。きっとこの時の俺は絶望という言葉がぴったりな表情をしていただろう。だが別れを告げてきた彼女は、先ほどまでの神妙な面持ちから一転、ケロリとどこかすっきりしたような顔をしているではないか。高谷と一緒にいても将来にあんまり期待できないんだよね。そんな、まさか風花からそんなことを言われるとは、と愕然としたが、思い返してみれば兆候はあったかもしれない。最近の彼女は金遣いが荒かった。頻繁にハイブランドのアクセサリーを買っていたり、コンビニにて大して欲しくもなさそうなものを次々カゴに放り込んでいたり。ごめん、今月ちょっと厳しいからお金貸してくれない？軽い感じで俺にそう頼んでくることもあった。それに加え、彼女は学年でも有名な社長の息子、御曹司である2個上の先輩が気になっているようだった。ここで合点がいく。彼女の言う将来性とは、お金を持っているか否か。その御曹司の先輩と一緒にいれば、自由に使える金が増えると考えたのかもしれない。高谷と別れて、その先輩に拾ってもらおうかと思ってるんだよね。悪びれもせず放たれたその言葉に、俺は口を開けたまま何も言えなくなってしまった。きっと俺がいくら引き止めようとも、風花の気持ちは変わらない。もともと可愛かった彼女は、大学デビューで髪色を変えたり、化粧をしたりと、さらに磨きがかかっている。イケメンである例の先輩と並んでも絵になるだろう。頭の中では自分は彼女に釣り合わないから離れるべきだという気持ちと、やはりこの先もずっと一緒にいたいという気持ちが対立していた。しかし風花の気持ちは一択。結局俺たちは別れることになってしまった。その直後、その先輩と彼女が付き合い始めたという噂が回ってくる。もう俺の知っている彼女はいない。優しくて可愛らしい天使のような彼女は、どうしようもない悲しみ、悔しさ、虚しさが煮詰まったどす黒い感情。それはしばらく俺の胸にこびりついて離れなかった。苦い記憶を思い出してしまった。俺は首を振り、10年以上前の出来事に馳せていた意識を呼び戻す。水分補給をしようとペットボトルに手を伸ばしたところで、ある通行人が目に入った。周りを見ながら歩く男女、夫婦だろうか。男性の方は手ぶらだが、女性は大きな手提げカバンを持ち、赤ちゃんを背負っている。気になったのは女性の服装だった。こんな灼熱の中にもかかわらず、長袖に長ズボンを着用しているのだ。荷物と赤ちゃんの重さ、そして暑さから彼女はかなり苦しそうな表情をしている。
荷物くらい代わってやれよとその男性に対し思っていると、彼がいきなりあちらこちらを指さした。それに女性がうなずき、二手に分かれ、彼女が俺のいる方面に向かって歩いてきた。そのまま通り過ぎるかと思いきや、なぜかその女性は俺の近くに立ち止まり、じっと穴が開くほど見つめてくる。一体何だろう？懸念に思いながら俺も彼女の顔をちらりと見てみると、途端に胸の中に懐かしさが広がる。違ったらすみません。もしかして、伏見風花さんじゃないですか？俺がそう問いかけると、女性はパッと明るい顔になった。やっぱり、高屋だよね。まさか、元カノの風花と再会してしまうだなんて。なんとも言えない感情が胸の中に渦巻き、顔がこわばる俺をよそに、彼女はケラケラと笑いながら言った。あんた、何それ、看板持ちのアルバイト中？別れて正解だったわ。いや、その、アルバイトってわけじゃ。俺がもごもごと口ごもったからか、風花は勘違いをしてしまったようだ。さらに、憂鬱に満ちた表情になる。じゃあ、ただ働きなの？暑い中にこんなことさせられてかわいそうね。ま、あんたにはお似合いか。無理やり持ち上げた唇の端がピクッと震えた。それをごまかすようにして、頬をかきながら、そうかな。確かに昔から外で汗をかくのは好きだったけど、と笑い話に変換する。するとそこへ、うーかと怒鳴り声が飛んできた。体をビクッと震わせた風花と共に、その方角を見ると、先ほど彼女と一緒にいた男性がこちらに歩いてくるのが見える。風花はがらりと表情を変えた。見るからに怯えてしまっている。赤ちゃんをおぶっていることから、夫婦なのだろうと予想していたが、どう見たって不自然だ。なーに油売ってんだよ。ごめんなさい、純平。昔の知り合いがいたものだから。なんとなく二人の態度から事情を察することができた。風花は純平という男性と夫婦ではあるが、力によって支配されてしまっているのだろう。純平は風花の謝罪を聞いても苛立ちが収まらないのか、手を振り上げた。ふざけんじゃねえぞ！鼓膜に突きつけるような怒号とともに、狂気と化した拳が風花めがけて向かっていく。俺は反射的に二人の間に割って入り、それを止めた。自分のストレスを発散できなかったことに余計にイライラしたのか、純平が鬼のような形相になった。あ？なんだよお前、邪魔するな。目を鋭く細めて睨んでくる彼。その姿に高校一年生の時のことを再び思い返しそうになる。あの時も絡まれた風花をかばったっけ。落ち着いてください、暴力は良くないですよ。そう静かな声で語りかけるも意味はないようだ。彼の表情が穏やかなものになることはなかった。そもそも誰だよお前、関係ない奴が首を突っ込むな。誰と聞かれても、まさか元恋人であるとも言えず、俺は押し黙ってしまう。バチバチと火花が飛び散る膠着状態。そこへその空気を切り裂くかのような爽やかな声が響き渡った。社長、全個完売です。振り向くと、そこにはニコニコと笑顔を浮かべる女性が立っていた。彼女の言葉に、俺は一瞬風花たちのことを忘れ、そうか、さっきのお客様が契約してくれたんだな、と喜んだ。一方、置いてけぼりにされた風花は、社長？とあっけに取られたような表情になっている。直後、はっと我に返ると、ねえ、社長って何のことよ？と語気を強めて問い詰めてきた。そんな彼女の腕を、おい、行くぞ！とわめきながら純平が引っ張る。現場はまさにカオス。するとそこへ、今度はサイレンが聞こえ始めた。パトカーが俺たちのすぐ近くに止まり、警察官が降りてくる。そこへ俺を、社長と呼んだ女性が駆け寄り、何やらスマートフォンの画面を見せたり、こちらを指さしたりして話し込んでいた。やがて数人の警察官が純平のもとへ向かい、俺たちから少し離れたところで彼を囲って話し始めた。一時的に緊張感から解放され、俺はほっと息をつく。
ちょっと質問に答えてよ。社長ってどういうこと？脱力していたところに風花の叫ぶような問いかけが聞こえ、思わず肩を震わせてしまった。見ると彼女は困惑を隠すこともせず、顔いっぱいに浮かべながらこちらを見上げていた。説明しようと口を開いたところで、警察に説明を終えた女性がずいっと一歩前に出る。そしてトゲトゲしい声色で煽るように言った。彼の正体知らないの？そして言葉を続ける。実は俺はこの付近に建っているマンションを売る会社の社長だったのだ。そしてこの女性は俺の秘書である、イオリカナだ。それを聞くと、みるみるうちに風花の目に涙が溜まっていくではないか。唇がブルブルと小刻みに震え、そこから発せられる声は弱々しいものとなっている。高谷が社長？前は私に勉強を教わってばかりだったくせに。納得がいかない様子でブツブツとつぶやく風花。そんな彼女に俺は首をかしげつつも、カナに話を振った。ところで、イオリさん、これは一体？彼女は少しだけ得意げな顔をしながら、事の経緯を語ってくれた。いわく、風花が俺のところに歩いてくる前、カナは純平が道端で、彼女に怒鳴ったり、叩いたりしているところを見たそうだ。これはまずいと直感が働いたカナは、社用携帯で警察に通報しつつ、何か証拠になるのではと、使用携帯で動画を撮っていた。遠くから様子を見守りつつ、警察の到着を待っていると、カナの携帯電話に入電があった。お客様が最後の1個を契約してくれたため、これにて全個完売という報告だ。修羅場に巻き込まれていた俺が電話に出なかったので、秘書である彼女に連絡が来たという。ということで、完売を伝えるのと、揉め事の仲裁を兼ねて声をかけたところ、ちょうど警察が到着したというわけなんです。カナの撮影した動画が十分な証拠となり、純平は警察の世話になることとなった。ふざけんなよ、なんで俺が。悪態をつきながら、パトカーに乗せられる彼だけではなく、風花も署で詳しく話を聞かれることになった。風花。警察署に行く間際の彼女を呼び止める。俺の声を聞き、彼女はピクッと小さく体を震わせた。泣いた後だから、少し赤くなった目をこちらに向けてくる。何かあったら連絡してよ。助けになるかはわからないけど。そう言いながら、俺は自分の名刺を手渡した。風花はそれを泣きそうな顔で受け取り、応援できたパトカーに乗り込んだ。いつの間にかかなり時間が経ち、昼前のようなじりじりとした日差しではなく、少しだけ柔らかいものになっていた。ふうっと一息つく。無意識のうちに力が入ってこわばっていた体が脱力した。ありがとう、よりさん、助かったよ。そう声をかけるが、カナはどこか不満そうに唇を尖らせている。二人の時はカナって呼ぶ約束でしょ。妻の可愛らしいすね方に笑みをこぼした俺は、カナと呼び直した。実は俺たちは幼馴染であり、風花に振られた当時カナに相談していたのだが、流れで彼女と恋仲になったのである。それからずっと交際が続いており、30歳の時に籍を入れるに至ったのだった。それから数ヶ月後、あの事件の記憶が薄まりかけていた頃、仕事で外に出ているとハローワークの前で不審な動きを見せる女性を発見した。室内に入りたくても気が引けているのか、子供をおぶったままうろうろと歩き回っている。その姿に見覚えがあった俺は、小声で話しかけてみることにした。あの、風花？彼女は大きな目を丸くし、こちらを振り向く。そして、深いため息とともに言葉を吐き出した。なんだ、高谷か。その口ぶりから、この場にいたのが純平でなくて安心したのだろうと察せられる。あれ以降、彼と離別できたのだろうか。そんな俺の疑問を感じ取ったのか、風花はぽつりぽつりと近況を話してくれた。彼女は子供を連れて純平から逃げたらしい。弁護士に相談し、離婚に向けて動いているとのことだ。今は子供と二人で、
激安アパートに住み、自宅でできる内職の給料となけなしの貯金を切り崩して生活しているという。お金が減る一方だから定職について子供を保育園に預けられるようにしたくってからここでうろうろしていたのか。俺の言葉に風花はうなずいた。その場を包んだ沈黙。先に口を開いたのは彼女だった。それよりどうしてあんたが社長をやっているのか教えてよ。バカにするような口調などでは全くなく、真剣に気になっている様子だ。懸念そうな視線をこちらに向けてきている。まあ大した話じゃないよ。俺は苦笑しながら社長になった経緯を語り始めた。風花に振られた傷が癒え、カナと恋人になって過ごしていたのだが、大学3年生の夏休み中に親戚から連絡が入る。すでに他界している祖父の弟からだった。祖父は大家族で男8人兄弟の次男。その末弟が不動産会社をやっていたが、肺がんを患い闘病の末に亡くなってしまった。そのため役員の中から次の社長を選出しようとしたが、末弟が書いた遺言を開封すると、七男に会社を譲ると書いてあったという。七男は会社を継いだが、彼もかなりの高齢。そこで次の後継者を決めておくことにした。葬儀の後にその話し合いもするから来てくれという連絡だったのである。俺の父によると話し合いは難航したらしい。祖父の兄弟たちはもう現役で働く年齢ではない。その下の世代、つまり父の周りは会社でそれなりの役職についていたり、自営業で好きな仕事をしている人ばかり。このままでは埒が明かないということで、父が後継者を名乗り出たのだ。それから数年後、七男も他界してしまったため、正式に父が会社を継ぐこととなった。その頃には、俺は大学を出て、その会社の社員として働いていた。事前に後継者として引き継ぎを少しずつ行っていたこともあって、代替わりをしてもあまりバタバタしなかったように思う。数年間安定した業績を叩き出していたが、ある時壁に立ちはだかった。父が病気にかかってしまったのである。幸い今も病院で元気にしているが、社長業を今まで通りできるほどの体力はない。そのため俺が新たに社長の座に就くこととなったのだ。それに際してすでに妻となっていたカナが社長秘書を務めてくれることになったというわけだった。そうだったの。俺の話を聞き終えた風花はそう言いながらうつむいた。そして自分の過去について話し出す。俺に教えてくれるというよりは自分で記憶を整理するために言葉にしているような口調だ。大学生の頃に御曹司の先輩と付き合い始めた彼女だったが、交際後半年も経たないうちにその彼氏の父親が金に関する不正をしていたことが分かり、辞任することとなってしまった。一家は会社から絶縁。そんな状況で交際を続けることができず、風花たちは別れることとなった。すぐ高谷に謝って関係を戻したかった。だけどその頃にはもうあの子と付き合ってたみたいだから。彼女の中で恋愛はトラウマとなってしまい、男性と距離を取るようになってしまったという。20代のうちは同性の友人と遊んだりしていたが、30歳を超えると周りがどんどん結婚していく。自分だけが取り残されてしまうのではと焦った彼女は、長く付き合って相手のことを見極めようとせず、本性を隠した純平と関わってしまったということだ。そこまで言ったところで、風花は深く息を吐いた。嫌な記憶を再び頭の底にしまい込むかのように、うつむいてぎゅっと固く目をつむっている。少しした後に顔を上げると、彼女は言葉に詰まりながらもお礼を言ってくれた。ありがとう。高谷と話してたら少し落ち着いたわ。ハローワークに行く勇気も湧いてきた気がする。こちらにひらひらと手を振ると、先ほどまでのおぼつかなかった足取りが見違えるくらいしっかりし、そのままハローワークへ入っていく。その背中を見送りながら声を投げかける。前にも言ったけど、困ったら連絡してくれよ。名刺に連絡先書いてあるから。そう告げると、風花は一瞬だけ振り返り、うんとうなずいたのだった。それからまたしばらくした頃、俺のもとに
一本の入電があった。画面に表示される名前は伏見風花。電話に出てみると、彼女は一人の求職者として会いたいと告げてきた。子供の同行を許してほしいとも言っている。ハローワークの前で会った時とは違う、芯のある、しっかりとした意思を感じさせる声だ。俺はもちろんと受け入れ、そばにいた秘書モードのカナに声をかけた。いおりさん、来週の火曜日、15時から打ち合わせの予定を入れておいてくれ。かしこまりました。お相手は？その問いかけに、面接希望者である風花だと答えると、それまで済ました表情をしていたカナの顔色がさっと変わる。え？まさか、よりを戻したいとかじゃないでしょうね。一瞬だけ素を出してしまった彼女に、俺は思わず苦笑を漏らしてしまった。それを見た彼女が唇を尖らせたのは言うまでもない。そして面接の日がやってきた。俺は応接室へ向かう。そこにはすでに風花が到着しており、椅子に赤ちゃんを寝かせていた。楽しそうにキャッキャと笑うそのことは対照的に、風花は口をキュッと引き結んで、真剣だが不安のにじむ顔をしている。丁寧にまとめられた髪、シワ一つないスーツ、ナチュラルな化粧、その格好からも彼女の本気度がひしひしと伝わってくる。風花は立ち上がって一礼し、本日は面接の機会を与えていただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。と履歴書を差し出してきた。俺は彼女の向かい側に座り、受け取ったそれに目を通す。職歴の欄に記載されている有名企業の名前。ここで初めて彼女がそこで事務職をやっていたことを知った。簿記などいろいろな資格もある。正直、即戦力のレベルには十分に達していた。妊娠を機に前の会社を退職したのだろう。書類から顔を上げ、いくつかの質問を行う。受け答えもしっかりとしており、突っかえる部分もほとんどなかった。面接が始まって間もなかったが、俺の中で答えは決まっていた。採用とさせていただきます。これからどうぞよろしくお願いします。そう伝えると、風花はほっと少しだけ気の抜けたような表情になる。しかし、すぐに真面目なものに戻り、よろしくお願いいたします。と頭を下げてきた。彼女の出社は本人の希望で翌月の頭からとなる。子供の保育園などいろいろな事情があるからだろう。こうして同じ会社で働き始めた彼女だったが、驚くほどに優秀だった。同業ではなかったが、前に勤めていた大手企業で培ったスキルを存分に活かしてくれているのだ。その姿に、俺は昔からの知り合いというひいき目を抜きにしても感心していた。風花のひたむきな姿勢に感化されたのか、他の社員たちもさらに仕事に対して意欲的になった。会社全体がいい刺激を受け、なんと業務効率が継続的に数パーセント上昇するという変化を見せたのである。その報告を受けた俺は、風花、いや、伏見さんを雇って正解だった。伊織さんもそう思うだろ？と口元を緩めながらつぶやいた。しかしカナは反応を示さない。何やらむくれているようだ。カナ？そう呼びかけたところで、そうですね、雇って正解だと思いますよ、とふてくされた感じで言われてしまった。これはまずい。風花の話題ばかり出していたため、仕事から割り切っていてもやはり気に食わなかったのだろう。俺は焦って話をそらした。その場に自分たち以外誰もいないことを確認し、カナと名前を呼ぶ。機嫌の悪い時の猫のように彼女が目を細めながらゆっくりと振り向いた。明日の夜、フレンチでもどう？その提案を口にした途端、満面の笑顔になる。そして、賛成！と明るい声を上げた。それを見て、俺もほっと胸をなで下ろして笑みをこぼしたのだった。そんなある日、風花が社長室にやってくる。報告があります。その静かな口ぶりに俺は固唾を飲み、言葉の続きを待った。弁護士に相談していた件が一段落して、純平との離婚が正式に決定したの。
社長と従業員という関係から昔の同級生という関係に戻る。彼女は古い知り合いの一人としていち早く報告してくれたのだ。だいたい察してたかもしれないけど、そう言いながら風花はシャツの袖をまくって腕を見せてくる。その白い肌の上には目を背けたくなるほど痛々しいあざがいくつもついていた。赤黒いもの、青紫っぽいもの、治りかけなのか黄色っぽくなっているものまである。これを隠すために再会したとき、彼女は長袖や長ズボンを着用していたというわけか。純平は気に入らないことがあるとすぐに手を挙げる性格だったの。話しているうちに思い出してしまったのか、風花がその腕を背中に覆い隠すようにする。しかし彼に怯えなくったっていい。これ以上あざが増えることはないのだから。彼女の子供が同じような目に遭うこともないのだ。用事はそれだけ。高谷は人生で3回も助けてくれた恩人だから、真っ先に報告したかったの。風花の言葉に俺は首をかしげる。1回目は高校時代に絡まれていた時、2回目は看板持ちをしていた日、純平に手を挙げられそうになった時、3回目は記憶になかったのだ。どうして覚えていないんだと言いたげに彼女はため息を漏らす。社長として拾ってくれたでしょ、私を。そのおかげで生活が安定して子供をちゃんと養えるようになったのよ。そのことか、とようやく納得がいった。一人腕を組んでうなずく俺に対し、今度は風花が首をかしげて問いかけてくる。どうして私のことを雇ってくれたの？いきなり社長面接を希望して、しかも子連れなんて無礼な気がするけど。それに俺は迷うことなく答えた。君を助けたいと思ったからっていうだけだよ。その言葉に彼女は呆れたような、だが少し優しい声色でこうつぶやいた。この勇み肌、ほんと相変わらずなのね。昔のことを懐かしむような、どこか遠くを見つめる瞳、その姿に俺は高校時代の彼女を重ね合わせたのだった。そんなことがあってから数年後、俺とカナの間には息子が生まれ、もう2歳になる。食べられる量が増えていったり、移動できる範囲が広がっていったりと成長を実感する日々だ。時の流れは早いなとしみじみ思う。俺たち夫婦は共働きということもあって、仕事中は保育園に預けるようにしていた。そこには風花の子供も通っており、ほぼ毎日一緒に遊んでいるという、いや競っていると表現した方が正しいだろうか、お絵描きやブロック積みで戦うライバルのような存在になっているという。先生、どっちの方が上手だと思う？鼻息荒く保育園の先生に詰め寄っているそうで、それを知った時にはカナと風花と笑い合ってしまった。何はともあれ、俺たち3人は毎日ひたむきに仕事に励んでいる。働く理由は様々だが、共通しているのは子供のためだということ。可能性を秘めた子供たちはこの先成長するにつれて、いろいろな問題にぶつかるかもしれない。しかしめげずに生きていってほしい。その先にはきっと明るい未来が待っているはずだから、俺たち3人が幸せな生活を手に入れられたように。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。弟の結婚式会場でこんなひどい仕打ちを受けるとは誰が予想しただろうか。周りが楽しそうに雑談をしている中で、私に用意された席は会場の端っこ、しかも一人席だった。私が呆然としているとスマホが鳴った。スマホを開くと弟の結婚相手からだった。お気に召してくださいました、中卒用の席ですよ、という文面が私に送られていた。なるほど、やはりこいつだったか。
あの女は私の学歴をバカにした上に、ここまで卑劣なことができるのか。あんな人が弟の結婚相手というのは、姉としては心配だ。そう危惧していると、ある人物が私に近づいてきた。その人物のおかげで、私に礼遇をしていた弟の結婚相手に、文字通り地獄を見せることが叶ったのだ。私の名前は白田明日香。30歳、未婚の一般女性だ。職業は小説家で、そこそこ稼いでいる。そこそこと言っても、儲けてガッポガポではなく、一人で暮らすのに必要なお金は稼げているといった感じだ。私が最初に小説をしっかり書いたのは26歳の時だった。私の半生を題材にした小説がきっかけで、この世界にデビューすることができた。私の人生は波乱万丈というほどのものではないけれど、いつもどこかに影が落ち込んでいたように思える。今考えても私の人生で色鮮やかに思い出せるのは高校2年までだろう。それまでは何不自由のない生活を送ることができていた。私には3歳下に純平という弟がいる。どちらかというと物静かで、ポケーっとしていることが多い印象の弟だった。のんびりしているように見えた弟だったが、彼は非常に優秀だった。実の姉が言うのもあれだが、顔面偏差値もそれなりに高いと思う。しかも高身長ときた。母も父もどちらかというと低身長なので、どこの遺伝子を引き継いだらここまで高くなるのか。さらに偏差値が高いのは顔面だけではなく頭もだった。中学の成績も学年トップ。ゆくゆくは東大に合格できるのではと周りからは期待されていた。とてつもないプレッシャーが彼を襲っていた。と言いたいのだが、純平は周囲の期待などに微塵も興味はなかった。誰々が褒めていたよと言っても、そうなんだ、姉ちゃん、この漫画貸して。と自分の世界を充実させていた弟だった。無邪気な性格で、両親や私には素直に甘えてくれる可愛い子だった。私の思い出が色あせたのは高校2年生の夏だった。ちょうど今みたいに梅雨に入り、ジメジメとした空気が体を重く包み込み始めた時期だった。両親が交通事故で他界してしまった。中学生と高校生の子供を置いて遠くに行ってしまった。親を失った私たちは祖父母の家に引き取られた。でも祖父母は高齢で介護が必要な状態だった。私は知っていた。親族が私たち兄弟をたらい回しにしていたことを。お葬式の時に盗み聞きをした。親族が集まって、うちは無理よ、二人も育てる余裕はないわ、とか、兄さんが勝手に事故を起こしたんだから、私たちが面倒を見るなんてごめんだわ、などと言っていた。挙句の果てに、母さんのとこに預けよう、ついでに介護もしてもらえば、俺たちにとってこれ以上ないほど貢献してもらえるだろうさ、と。その結果、体の不自由な祖父母の家に住むことになった。私は誓った。親族は誰も頼らない。私たち二人だけで生きていくのだと。幸い、純平が大学に行くことができるほどの貯金はしてあった。だから、その貯金は残しておいて、私はお金を使わないように生活費をバイトで賄うことにした。学校が終わってすぐにバイトに入って夜遅くまで働いた。すべては弟のためだ。けれども、すぐに体が悲鳴を上げた。日中は学校に行き、夜はバイト三昧。高校生とはいえ、
ここまで休まずにバイトをしていると体を壊すのは必然だった。けれども貯金を使うわけにはいかない。だから私は学校を辞めた。自主退学だ。高校を中退した私は日中もバイトをすることができた。新聞配達やコンビニの深夜バイトなど、少しでも時給の高いバイトを探しては働いた。しっかり睡眠さえとっていれば若い体だ。前のように体調を崩すことはなかった。ただバイトはどこまで行ってもバイト。稼げるレベルは程度が知れていた。私はバイトよりも高い収入を求めて正社員の職も探したが、中卒の私を心よく雇ってくれる会社などそう簡単に見つかるものではなかった。祖父母の年金と私のバイト代で生活する日々に豪勢な暮らしはできず、毎晩夕食に並ぶのはタイムセールのお惣菜や半額シールの貼られた食べ物ばかりだった。成長期の弟には申し訳ないと思いながらも、苦しい生活を余儀なくされていた。弟は自分も働くと言ったが、私は許さなかった。そもそも中学生でバイトは早いし、何よりも人生に一度しかない青春をバイトで潰してほしくなかった。大学に行っていい会社に就職して姉ちゃんにいい暮らしさせてよ。これが私の口癖だった。もちろん半分冗談だったが、でも万が一、いや億が一でも弟が何かしら成功したら報われる日が来るかもと夢見たことは何度もあった。そんな私の欲望、いや願いが届いたのか、純平は有名国立大学に合格し、大手企業に就職することができたのだ。さらに持ち前の優秀さでどんどん昇進していき、今では会社の一つを任せられるほどになったというのだ。定期的に連絡が純平からは来ていた。多忙ではあるものの、充実した日々を送っている様子や同期との話などが書かれた文面からは、純平の今を取り巻く環境が幸せであることが感じられた。私が犠牲にした青春はようやく実ったのだ。確かに学生生活をもっと楽しみたかったという本音もある。だがそれ以上に弟の幸せそうな顔が私にとっては何にも変えられない大事なものなのだ。後悔など1ミリもなかった。私は祖父母を看取った後、小さなアパートで一人暮らしを始めた。当初は純平が大きなマンションを買ってくれると言っていたが、私には不釣り合いだと言って断った。こじんまりとした部屋の方が私にはお似合いだ。それにお掃除が楽だし。純平は役職に就いてからはさらに忙しくなったようで、今までのように頻繁に私と連絡を取ることはなくなった。祖父母の少ない荷物を処分し、アパートに移り住んでからは、ほとんど連絡を取ることもなくなってしまっていた。それでも私は純平を思い、弟は日夜仕事に励んでいるのだろうと確信していた。そんな弟から結婚すると連絡があった。なんだ弟よ、やることやってんじゃないか。自分の弟ながらそのちゃっかりした性格には恐れ入ったぞ。私はその連絡を受け取って涙がこぼれた。ここまで頑張ってよかった。弟が巣立つ時が来たのだと。経済的には弟の方がとっくに多く稼いでいるかもしれないが、何歳になっても私は彼の姉だ。姉として飛び立つ弟を誉れ高く感じて涙が止まらなかった。純平から結婚の連絡が来てから、結婚式当日までの間に純平に直接会えたのは
一回だけだった。弟の多忙さを考えたら仕方のないことだ。純平が指定したレストランの前に、約束の10分前に着いた。こんな高級レストランで会うことになるなんて、自分の格好は間違いではないだろうか。変に浮いてはいないだろうかなどと、ショーウィンドウ越しに映る自分の姿を何度も確認した。こんな高級レストランに足を踏み入れたことすらないのだから、私の行動は間違ってはいないはずだ。そして、私は急いで財布の中身を確認した。一応、カードも持ってきているが、よし、足りなければ出してもらおう。そうしていると、時間ちょうどに純平が綺麗な女性を連れて歩いてきた。姉さん、ごめん、待ったでしょ。スーツ姿の純平は、かつて見たあどけなさはなく、清潔感のある風貌で仕事ができるビジネスマンといった感じだった。ここまで立派に育ってくれたことに、親代わりの私としては感極まるところがあった。久々だよね。元気にしてた？私の問いかけに弟は、当たり前じゃん。姉ちゃんに心配をかけないようにしっかりしてたつもりだよ。もっと会いに行けばよかったんだけど、仕事が忙しくて、ほんとごめん。イケメンな上に中身まで完璧とは。私が姉でなければ一発で惚れていたところだろう。久々の再会で私たちが話をしていると、純平の横にいた女性が純平に小突いた。しまった、懐かしさで彼女の存在を完全に忘れていた。ごめんなさい、店の前で話し込んじゃった。節操がなかったわよね。私が頭をかきながら謝罪した。ええ、まあと彼女は言った。ええ、まあ確かに失礼なことをしたのは私たちではあるが、素直というか、率直というか、私は少しだけ、ほんの少しだけ、弟の結婚相手に対して黒い気持ちが芽生えた。ごめんごめん、紹介が遅れたね。彼女は飯島美優さん、俺の結婚相手。純平の紹介に、美優さんは、ペコリとお辞儀した。それにつられて、私もお辞儀。こっちは、姉さんのアスカ。純平の言葉とともに再び頭を下げる。私が頭を上げる前に彼女は、早く行きましょうよ、私お腹空いちゃったと純平の腕を掴んで店の中に入ろうとする。あれ、なんだろう、女の勘がこの女に対して警告音を発している。普通、いや少なくとも私は、頭を下げている相手がいたら、あげるまではそこにいるし、一言ぐらいは返事をする。この人は私とは合わない。でも結婚するのは私ではなく弟だ。きっと空腹で我慢ができないのだろう。ゆっくり話していれば彼女のことももっと知ることができるだろう。そう思って二人の後を追って店の中に入った。店に入って食事が運ばれるまでの間、純平は学生時代の話を美優さんに話して聞かせていた。両親が不慮の事故で亡くなってしまったことや、義父母が高齢でなかなか大変な学生生活を過ごしたことなどだ。私は懐かしい気持ちになりながらも、横目で美優さんの挙動を観察していた。仕事柄、人の仕草や言動にはつい目がいってしまう。彼女は簡単に言うと、純平の話に一切興味を示していなかった。とか、ふーんとか言って適当に相槌を打っているだけだ。おい、弟よ、この女は話半分に聞いてるぞ。純平ののほほんとした性格が、ここで裏目に出ているのが分かった。彼女は、ゴテゴテとした装飾品を身にまとい、鼻をツンと刺激する香水の香りをふんだんに体から振りまいていた。彼女のせいで料理の風味が台無しだ。
せっかくいいハーブなんかを使っていてもここまできついと味覚すら狂わされてしまう。やはり彼女とは感性が合わないようだ。それで姉さんは学校を中退してまで俺を育ててくれたんだよ。ほんと姉さんには頭が上がらないよ。純平のその言葉にミュウさんは反応した。高校を中退したってことはお姉様は中卒ってことなのね、と純平に確認を取ってきた。純平は、まあ、と言葉を濁していた。ええ、そうですよ。お恥ずかしいですが、中卒です。そんなことまで弟に話させるわけにはいかないと思い、自分から話した。確かに中卒だし、隠したところでいつかはバレることだ。今まで中卒で恥じたことはないが、一応建前なのでお恥ずかしいと言ってみる。そうですか。お仕事は何をされているんですか？急に私に興味を抱いたご様子のミユさん。自由業ですよ。この人に深く話したくはなかったので、それだけを答える。中卒だから大した仕事にはついていないんですね。とミユさん。何を勘違いしているのだろうか。自由業という言葉の意味をもう一度調べた方がいいのでは？と喉元まで出かけたが、ギリギリのところで飲み込むことができた。純平は何かを言おうとしたが、私がそれを目くばせで制した。純平が何も言わないことをいいことに、美優さんは私への悪態を止めることはなかった。ご結婚もされていないようですし、将来的に心配じゃないんですか？とか、やっぱり収入が低いと、それに見合った男性しか近づいてこないんじゃありません？などと、下劣極めた言葉をポンポン吐き出してくる。さすがに失礼だとは思ったが、ここで激しい口論をするつもりもなかった。老後のことは自分で何とかしますし、ご心配には及びませんよ。弟に迷惑をかけるつもりもありませんから。と、毅然とした態度で返答する。私のその態度が気に食わなかったのか、ミユさんはさらにまくし立てた。強がってませんか？これから子供も生まれてくるでしょうし、本当にお姉さんに援助することはできないと思うんですよ。強がっているとはどういうことだ？幼少の頃から私は一人で弟を育ててきた。自分の世話くらい自分でやれる。舐めてもらっては困る。本当に大丈夫だって。老後の資金はちゃんと貯めているわよ。と強めに言い返し、料理を口に運んだ。これ以上この人と話す気はさらさらなかった。食事後、純平は私の元に駆け寄り、ごめん、ミユが失礼なことばっかり言って、と謝ってきた。まあ、彼女の心配もわからなくはないのよ。未婚の姉が迷惑をかけてくるなんて話もないわけじゃないし。あ、でもね、もし私とミユさんが喧嘩をすることになっても、あなたはお嫁さんの味方をしてあげてね。私とはもう別の家族なんだから、と伝えた。弟は他にも何か言いたそうにしていたが、口に出すことはなく、静かにうなずいていた。そして、ついに訪れた結婚式当日。都内の有名老舗ホテルで行われた結婚式は、純平が大きな会社の経営者ということもあり、たくさんの招待客がお祝いに駆けつけていた。純平の控室に足を運ぶと、そこにはいつも以上に凛としたイケメンが立っていた。え、何？惚れそう。姉ちゃん、本当に今までありがとう。ここまで来れたのは全部姉ちゃんのおかげだよ。そんなの気にすることじゃないでしょう、とおちゃらけようとしたが、私が言葉を発する前に目から涙がこぼれた。あれ、私の意識とは無関係に涙がボロボロと落ちてくる。ね、姉ちゃん、どうしたの？純平にそう聞かれても私にもわからなかった。今まで私が自分を犠牲にしてでも弟のために最善を尽くしてきた記憶が
走馬灯のように思い出された。小さかった純平、喧嘩して泣いている純平、部活で遅くなってそのままソファーで寝ている純平、いろんな姿の純平が現れては消えてまた現れる、そんな回想がものすごい速さで私の脳内を駆け巡る。私の心はしっとりと濡れ、弟がここまで生きて過ごしてくれたことに感謝しかなかった。きっと空の上でも母さんや父さんが結婚式に出れないことを悔しがっているだろう。私は本当に幸せ者だった。確かにみゆさんは私とは相性が良くない。だがそんな彼女も弟を愛し共に過ごす覚悟があるのだろう。何よりも純平がそのことを望んだのだ。私は姉として純粋に弟の門出を祝おうと決めたのだった。前言撤回、あの感動を返せ。チャペルで行われた式は滞りなく進み、二人はとても幸せそうに見えた。ここまでは良かった、本当に。しかし問題は披露宴会場だった。絢爛豪華な会場で美味しそうな食事がテーブルの上に所狭しと並んでいた。会社関係や友人などは同じ席、もしくは近い席で集まって会談をしていた。ところが私に用意された席は会場の隅っこの一人用の席だった。純平の親族は私だけなので、テーブルは私以外知らない人かなと思っていた自分が甘かった。まさかこんな辺境の地に飛ばされるとは思いもよらなかった。こんなこと純平がするわけがないと思った直後、スマホの通知音が響く。画面に表示されたのはみゆさんからのメッセージだった。中卒用の席です。お気に召していただけましたか？もし嫌なら帰ってもらっても構いません。やっぱりあの女の仕業か。直前に純平と会ったことで一瞬でもみゆさんとも仲良くしようと思った自分が情けない。あの人は一歩も歩み寄ろうとはしていなかったのだ。結婚式ですらこの仕打ちだ。おそらく日常となればもっとひどくなることは容易に想像できた。ここまでして彼女は何を得たいのだろうか。まさかただの気晴らしとかそういった気持ちの問題なのだろうか。同性であることを考慮しても彼女の言動には不可解なことが多すぎた。一応席に座っていると新郎新婦入場のアナウンスが入った。二人が入場してきて会場は割れんばかりの拍手に包まれた。歩いてくるみゆさんと目が合ったが、彼女は私の姿を見てほくそ笑んでいた。さまざまな重鎮たちの挨拶が終わり、歓談の時間がやってきた。周囲の人が私の一人席を見て何かを話している。私は変な意味でこの会場で目立っていた。それはそうだろう。どんなことをすれば一人席などが用意されるのか。私を純平の姉だと知らない人たちにとっては私は格好の話のネタであった。そんな私に一人の女性が近づいてきた。その女性は着物姿で柔和な笑みを浮かべており、その所作からは気品を漂わせる貴婦人だった。片手にシャンパンを持ったその女性は先ほど披露宴の挨拶でトリを務めた人だった。確か純平の経営する会社の会長だったはずだ。純平の前任の社長で弟を社長へと推薦したのはこの貴婦人だったとのことだ。失礼ですが純平くんのお姉様でいらっしゃいますか？落ち着いた声で話しかける貴婦人。ええ、そうですがと答えると、彼女は私の手を取り微笑んだ。ああ、やっと会えましたわ。とニコニコと笑う。なんだ
この眩しさは。やっぱり上流階級ともなれば、こうも神々しいのか。ごめんなさい。感極まってしまって、はしたないですわね。私は、ただ清美と申します。こんな片隅にいらっしゃるものですから、すぐにあなたを見つけることができませんでしたのよ。おほほほほと笑う清美さん。なぜ清美さんは私を探していたのだろうか。まさか純平が何か粗末でもしたのか。と思い聞こうとすると、姉ちゃん、なんでこんなところにいるんだよ。来賓席を回っていた弟が私の言葉を遮った。その傍らにはミユさんもいる。お姉さんに頼まれたの。恥ずかしいから一人席にしてくれって。ニヤニヤと笑いながら上目遣いで純平に話しかけるミユさん。純平はすぐに彼女の嘘に気がついたようで、ミユさんに何かを言おうとしたが、私がそれを制止した。会長さんの前だよ、純平。私の言葉に二人ははっとした様子で清美さんに向き直る。まあ、ここまで近くで見ますと、やはり午前上等な見栄えですね、純平くん。清美さんは純平の姿を難しい言葉で褒めた。午前上等なんて実際に聞いたのは初めてだ。二人とも頭にハテナが浮かんでいる。気にせず清美さんは話を続ける。これもすべてこのお姉様あっての今の姿でしょう。お姉様を大事にするのが寛容ですよ。弟は私が褒められたことに嬉しかったようで、満面の笑みで、はい、と大きな返事をした。私もお姉様のように逸材であれば、どれほど良かったことか。なぜか清美さんは私を持ち上げてくれる。清美さんの言動に疑問を抱いていたのは私だけではなかった。逸材？会長、何を言っているんですか？この人は確かに純平さんのお姉さんですが、中卒の無能ですよ。職にもついていない人を褒めても何も出ませんよ。と言った。彼女の神経の図太さには感心する。気に食わない私が褒められたからといって、ここまで言うのか。あらあら、ご自分の無知をあまりひけらかすものではありませんよ、ミユさん。清美さんはミユさんに視線を向けることなく言い返す。私はあなたにずっとお会いしたかったんですの。あのような心揺さぶる文章を書く人はどんな方なのか。あのような表現をいかにして体現することができるのか。ぜひお話を拝聴したく思いました。清美さんの言葉に意味がわからないと言った顔のミユさん。だから会長、この人にはそんな才能はみじんも。ミユさんの言葉を遮ったのは純平だった。もしかして会長は姉の作品をご覧になっていたのですか？その言葉に清美さんは静かにうなずいた。あなたの作品に力を頂戴しました。逆境でも強く生きる主人公の姿に勇気をもらったのです。あなたの書いた作品はすべて拝見しております。私にとってバイブルとも言えるものです。会長は私の小説のファンだったのだ。しかも熱烈なファンだ。私が自分の境遇をモデルにした作品を出版したのはもう10年も前のことだ。両親を一気に亡くした主人公が弟と共にたくましく生きていく物語。周囲の登場人物に助けられながら、辛い境遇でも笑って生きていく二人の姿は感動を呼んで、ドラマ化や映画化もしたほどだった。その後も私は様々な作品を執筆し、世に送り出してきた。自分で言うのも恥ずかしいが、軽快な語り口で、シリアスな場面でもユーモアを忘れない作風は、若い人を中心に爆発的な人気が出た。と、編集者の方が言っていた。私が自画自賛したのではない。ただ、私は過去が過去なだけに、
見バレして大々的に取り上げられるのはごめんだった。著者金鋭も最近ではイラストや家で育てている植物の写真などでごまかしており、表彰式にも出ないため、小説家である私の姿はあまり知られていなかった。私の作品は若い人しか読まないものだと思っていました。私の言葉に清美さんは頬を膨らませ、あら、私も若い人の部類だと思っておりました、と言った。正直に申しますと、お恥ずかしながら自ら手に取った作品ではございませんでした。あなたの作品を知ったのは息子からの紹介だったのです。清美さんは申し訳なさそうに頭を下げる。少し身の上話をいたしますと清美さんは自身の家庭内事情を話してくれた。当時清美さんは自分の息子とは関係が良好ではなかったという。反抗期に入った息子と言い争いをする日々に清美さんは憔悴しきっていた。そんな中でたまたま息子が小説を読んでいる姿を目撃してどんな作品なのかを聞いた。読んでみれば面白いよと一言だけしか返事をしてくれなかったが、息子からのトゲのない言葉を久々に聞いた清美さんは勧められるがままに私の小説を手に取った。そこからは共通の話題ができ、家庭内でも自然と会話が増えていった。今では新作が出ると競うように二人で読んでいるというのだ。私は清美さんの話を聞いて驚いた。特にデビュー作は10年も昔だし、モデルは私自身だ。弟を育てるためとはいえ、辛い思いや経験もそれなりにしてきた。そんな思いを消化するために書いた側面もある。そんな作品を愛してもらえたことで、当時の自分も救われたような気がした。ましてや、今日は弟の結婚式だ。子育ての集大成ともいえる結婚式で、こういう言葉をもらえたのは大きな意味があると私は思った。清美さんの話を聞いて一番驚いたのは私ではなく美優さんだった。私が人気のある小説家であることを知らなかったからだ。どうしてお姉さんのことを教えてくれなかったの？と純平に詰め寄る。怒りで顔が真っ赤になっていた。姉さんがどんな職業かなんて別にどうでもいいじゃないか。どうでもよくないわよ、と怒鳴るみゆさん。お姉さんが私の悪口を発表したら困るじゃない。世間に向けて声を上げられる人なんだから。エッセイなんかで私がしたことをバラされたらどうすんのよ、とわめき散らす。姉さんはそんなことしないよ。純平が私をかばって反論してくれるが、みゆさんはさらに逆上する。また姉さん姉さんってお姉さんばっかりかばって、このシスコン。会場に響き渡る彼女の声、さすがに周囲もこの騒ぎに反応し始めた。みゆさんは周囲の反応にも目もくれず、まくし立てた。なんでお姉さんばかりかばうのよ。あなたは私の夫になったんだから、すべてにおいて私を優先するべきでしょ。他人なんてどうでもいいじゃない。純平は呆れた様子で彼女を諭すように、それでも優しい口調で話した。妻が間違ったことをしていたら、それを注意するのも夫の役目だろう。君の姉に対する態度は明らかにおかしい。結婚式の席次を変えるのなんてもってのほかだ。どうしてそんなに目の敵にするのか俺にはわからないよ。悲しそうな顔で純平は美優さんに問いただす。あんたがいつも姉さんに恩返ししなきゃって言うからじゃない。育ててもらった恩とか言うけどね。そんな過去のことをいつまでも引きずってるなんておかしいわ。さすがにまずいと思い、私は二人の間に割って入ろうとしたが無駄だった。美優さんは完全に我を失っている。血走った目で悪態をつきまくっている。
自分が姉に恩を感じているのは当たり前じゃないか。姉さんは自分の青春を投げ打ってまで俺を大学まで行かせてくれた。今こうやって経営者として働けているのも姉さんのおかげだと思ってるよ。それのどこが悪いんだよ。君だって両親には感謝してるんだろ。同じじゃないか。純平も苛立ちが頂点に立ち、怒鳴る。同じじゃないわよ。義両親がいないからラッキーだと思ったら、こんな小獣人がいるなんて。小獣人？それは私のことだろうか。この女にここまで言われる筋合いはあるのだろうか。あんたと結婚したら社長夫人として悠々と暮らせると思ってたのに、こんな小獣人に恩返しとか言い始めて私の取り分が減っちゃうじゃない。美羽さんの叫びとも言えるほどの大きな声は会場に響き渡るには十分すぎた。私たちの周囲にいなかった人たちまで美羽さんの財産目当ての結婚とも受け取れる発言は聞こえていたようだった。周りの人々は、今の聞いた？とか、私は前からうすうす感づいてたのよ、という言葉が行き交った。美羽さんはすぐに我に返ったが、もう遅い。顔を青ざめさせながら私に向かって口を開いた。あんたのせいよ。はい？聞き間違いだろうか。今、私は責められたのか？あんたがいるからこんなことになったのよ。先ほどよりは小さな声だが、怒気をはらんだ攻撃的な言葉だった。この後に及んでまだ責任転嫁ができるとは逆に感心してしまう。とりあえず落ち着かせなくてはと思い、ミュウさん落ち着いて、と肩に手をかけようとした。触らないで！と言い、私の手を払いのけた。手を思いっきり払われたことで、私は体勢を崩してしまった。手に持っていたお酒が美羽さんの服にかかった。その瞬間、美羽さんはまた先ほどの勢いを取り戻した。ちょっと、何してくれるのよ！高い服に酒なんかかけないでよ！どうしてくれるの？弁償よ！とばめき散らした。私は、どうしたものかと考えていたら、先ほどまでにこやかに微笑んでいた清美さんが無表情で言い放った。そんな安い服に少々飲み物がかかっただけで、そんなわめきます？お里が知れますわよ。清美さんの非常に冷たい言葉は、美羽さんを黙らせるには十分すぎた。会長にここまで言わせた美羽さんは、さすがに黙ってしまった。騒ぎを聞きつけた美羽さんの両親がすぐに飛んできて、純平に頭を下げた。しかし、純平は何も言わず、ただ下を向いたままだった。一度、話し合いが必要かもしれませんね。清美さんが少し悲しそうな顔つきで、純平の肩にそっと手を置いた。純平は小声で、はい、と言うと、その足で司会のもとまで歩いてマイクを借りた。今日の結婚式は中止にさせていただきます。その後も淡々と来賓たちへ帰宅を促すアナウンスをしていた。傍らで美羽さんは抗議をしていたが、純平は彼女を無視して来賓の相手をしていた。その後、純平と私、美羽さんとご両親、そして先ほどの騒動で不幸にも同じ場にいた清美さんの計6人で話し合いをした。話し合いでは、美羽さんは一応反省を見せたものの、本来の性根の悪さが露呈して、純平は破談を申し出た。彼女の両親は最初はそこをなんとかと言っていたが、清美さんが、差し出がましいことを申し上げますが、ここは純平くんの気持ちを考えませんか？彼は宣告、愛する人を失ったのですから、と言った。その言葉に、美羽さんの両親は破談を了解した。最後まで納得のいかない様子の美羽さんを、両親が頭を下げながら引きずっていったのが印象的だった。
美優さんは純平の秘書をやっていたため、これもクビになった。会社に居づらくなった彼女は、そのまま自主退職をした。その後の彼女の消息は誰もわからなかった。あの騒動から数日経ったある日、清美さんから私に連絡が届いた。もしよろしければ、私の誕生日パーティーにいらっしゃっていただけませんか？今年で75になる老いぼれの願いでございます。そこまで言われては行かないという選択肢はなかった。清美さんは交渉が上手だ。そもそも年配の方にここまで丁寧にお願いをされて断れる人などいるのだろうか。まあ、美優さんなら行けそうだ。パーティー会場で、清美さんは私にある男性を紹介してくれた。私の愚足でございます。あの、例の。ああ、私の小説に惚れ込んでいるという息子さんか。はじめまして。私、多田まさると申します。礼儀正しく挨拶をする息子さん。あの母あって、この息子だ。清潔感もあって、とても好印象だった。さらに、式中も、私のことを随分と気遣ってくれて、お飲み物は大丈夫ですか？とか、これは絶品なんですよ。とか、いろいろと声をかけてくれたのだ。しかも、好印象だったのは、仕事の話を一切してこなかったことだ。私はあまりプライベートで仕事の話を持ち出されるのは好きではなかった。オンとオフをしっかり区切りたいタイプなのだ。それを知ってか知らずか、彼はうまい具合に仕事の話をせずに私のことを聞いてくる。次第に私は彼といる空間が居心地の良い場所へと変わっていっていた。後日聞いた話では、私とマサルさんが楽しい時間を過ごしている間、清美さんは純平と遠くで物陰に隠れて私たちの様子を見ていたそうだ。そして純平にうまくいけば私は超絶素晴らしい小説をいつでも出来たてを見ることができるんだわと、ニヤニヤしていたそうだ。ここでも計算高い清美さんがいたのだ。トントン拍子に私とマサルさんとの結婚が決まった。お互いそれなりの年になっているので、結婚式は大々的には行わず、親しい人だけを集めて立食パーティーを行った。まさか自分がこの年で結婚するとは思っていなかった。式中、純平は今まで苦労した姉だから幸せになってほしいと涙ながらに語っていた。そんな弟の姿に私のみならず清美さんたちもつられて涙を流した。私は今を生きる弟に感謝をしつつも、空を見上げ、きっと私たちを見ている両親を思った。二人がいなくなって本当に大変だったんだからね。でも、二人がいてくれたから、今の私たちがあるんだね。本当にありがとう。と、心でお礼を言った。両親が亡くなって、私がお金を稼いで、純平が社長になった。弟の結婚式は残念な結果になったけど、そこで清美さんに会ったことで、マサルさんに会うことができた。人のためにしたことはいつか自分に返ってくる。よくある言葉だが、本当にその通りになった。奇妙な縁もつながるものだと実感した。空の上にいるであろう両親や祖父母に今は幸せだと伝えたい。そのことを弟に言うと、俺も同じだよ、と昔と同じ笑顔で笑うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
付き合ってほしいの。イルミネーションに照らされたまだ10代の君が言った一言、恋を知らなかった俺が恋に気づいた瞬間だった。いつからだろう、君が変わっていったのは。付き合ってほしいと言ったその唇で、私は高卒とは付き合えないから別れて、と言い放った。あれからもう10年の時が過ぎ、今目の前に大人になって綺麗になった君が白衣を着て現れた。その唇は今度は何を語るんだろう。俺の名前は福島達彦、大学で教授として働いている38歳だ。ある日、俺が大学の校内を歩いていると、ガツンと衝撃が走った。痛い。痛みは肋骨付近に広がり、俺は立ち上がることさえできずに、その場に倒れたままだった。すみません、大丈夫ですか？どうやら学生の自転車とぶつかったようで、その学生は慌てて声をかけてきた。痛みで返事さえできない俺。大変だ、救急車。学生が救急車を呼び、俺は地域で有名なマンモス病院に運ばれた。俺はある理由からこの病院に運ばれてほっとしていた。俺を見た医師が、福島さん、肋骨を骨折してますね。肋骨は手術ができないので、経過観察のため一日入院ですよ、と言った。入院か、とんだ災難だな、と俺は思っていた。だがこの入院が俺の未来を変えることになるとは、この時はまだ知らずにいた。翌日、福島さんは痛みがだいぶ強かったんで、痛みが和らぐまではコルセットを装着してくださいね。俺はコルセットを巻かれただけで退院することになった。入院費の精算のため収納窓口にいた時、もしかして達彦？と後ろから声をかけられた。その聞き覚えのある女性の声に少しの懐かしさと苦い思い出がよみがえり、俺は複雑な思いでその声の方を振り返った。声の主はやはり俺が予想した通りの女性、川崎美和だった。美和は白衣を着た姿で驚いて目を丸くして立っていた。俺の記憶の美和と照らし合わせるとさらに大人になり、美人度も上がっていて思わず目を見張ってしまった。美和はそんな俺を一別し、私、ここの内科医になったの。高卒でも風邪ひくのかしら、と蔑むような笑顔と目線でにやりと笑った。そんな美和に、なんでこんな嫌味を言うんだ、と内心腹立たしく感じたが、俺は何も言い返せなかった。俺と美和は高校時代の同級生で、お互い1年生の時から学年で常に成績がトップクラスだった。故に、お互いがお互いを認めるライバル同士だった。俺と美和は常に順位を争い、1位を取り合っていた。今度こそ負けないんだから。美和はいつも1位の座を取られると、そう言いながら自分を鼓舞していたようだ。勝率で言えば俺がかろうじて勝っていたので悔しさもあったのだろう。そんな俺たちは2年進級時に、進学別にクラスを振り分けられたことで同じクラスとなった。医者の家系の美和は医学部を目指し、俺は工学部進学を希望と学部は違うが、同じ理系クラスで共に学んだ。相変わらずライバル同士の2人だったが、夏休みに図書館で偶然出会ったことからその関係が変わり始めた。俺の家は母子家庭で、父親は俺が幼い頃に病気で他界していた。俺は女手一つで育ててくれている母に苦労をかけないために、塾には通わず1人で毎日勉強していた。俺は通っている私立高校の特待生制度を利用し、学費も全額免除だった。達彦、クーラーつけてもいいのよ。扇風機をつけてる俺に母が言った。ありがとう。図書館の方が落ち着くから図書館に行ってくるよ。そう言って夏休みの間は冷房などの電気代を浮かせるためにクーラーの効いた図書館で勉強しながら一日を過ごしていた。静まり返った図書館には俺がページをめくる音と書く音だけしか聞こえなかった。数時間経ったその時、俺の方にコツコツと近づく足音が聞こえた。誰だ？そう思って足音の方を向くと、そこに現れたのは美和だった。福島くん、ここでお勉強？小声で美和が聞いてきた。ああ、川崎さんは？私は自動車を借りに来たのよ。自動車？うん、私の家は総合病院なんだ。その中に小児科があって、入院する子供たちのために
定期的に借りに来てるのよ。美和が顔を隠しながらその理由を話した。俺は普段クールな美和の意外な一面を垣間見たような気がした。ライバルとして競ってきたが、俺は美和のことを何も知らないんだと改めて感じた。とは言っても、子供の頃からね、医者になるって勉強してきたから、児童書のことはあまりわからないのよ。美和は苦笑いしながら俺に言った。俺は小さな頃から本が大好きで、母に金銭的な負担をかけないように図書館の本を利用していた。なら、これなんかいいよ。そう言って自分のお気に入りでおすすめの児童書を何冊も美和に推薦した。ありがとう、福島くん。美和は晴れやかな顔で俺から本を受け取った。この時、俺の親切が嬉しかったと美和は後に言っていた。それから夏休みの間、何度か図書館で美和と会う回数が増えていき、俺は美和と親しくなっていった。美和と幾度か同じ時間を共有した夏休みも終わり、学校に通う日常が戻ってきた。さて、今日から自習室で勉強するか。俺の学校には自習室があり、土日も空いているので、図書館に通わないでそこで勉強することにした。川崎さんは、今日も図書館に行ってるのかな？日曜日になるとふとそんなことを考えていた。だが、別に約束したわけでもないしな、とそんな思いを振り払って勉強を続けた。そんな日が続いたある日、学校で美和に呼び止められた。福島くん。ん？最近図書館で見かけないんだけど、行かないの？あ、俺、自習室が空いてるからそっちで勉強しているよ。そうなんだ。全然会えないからどうしたのかと思ってたけど、そういうことだったんだね。うん。福島くん、お願いがあるんだけど。ん？あなたが選んでくれる児童書、子供たちが喜んで読んでるんだ。私、どれを選んだらいいかまだわからないから、今度の日曜日、図書館で選ぶのを手伝ってほしいんだ。うん、いいよ。よかった。午前中でも大丈夫？大丈夫だよ。俺は美和と図書館に行く約束をした。また美和に会えると思うとなんだか嬉しかった。日曜日が来て俺は図書館の前で美和と待ち合わせをした。俺が待っていると少し遅れて美和が来た。なんだか元気がなく沈んだ顔をしていた。俺は驚きのあまり、川崎さん、元気がないようだけど体調でも悪い？大丈夫？と聞いた。福島くん。その声は震えていて、美和の目には涙が溢れていた。それ以上言葉にならず美和は泣き出してしまった。川崎さん。俺はどうしたらいいか、おろおろするばかりで、ただ背中をさすって慰めることに徹した。どれくらいの時間が過ぎたろうか、ひとしきり泣いた美和が真っ赤な目をして。ごめんね、福島くん。いきなり泣いたりなんかしてびっくりしたよね。うん、どうしたのかなって思ったよ。少しすると、遠い目をしながら美和が語り出した。私には一つ年下の弟がいるんだ。弟はとても優秀でね、私が行きたかった進学校に通ってるんだ。私ね、その進学校を受験して落ちてるんだよ。いつもそんな弟と小さい頃から比べられてね。私は弟に劣等感を持ち始めて、負けないように人一倍一生懸命勉強してたんだけど、一緒に通ってる塾のテストで弟に抜かれてしまったの。塾は能力別でクラス編成してるんだけど、弟は優秀なもんだから、私と同じクラスなんだ。今まで姉だから弟に抜かれたくないって、そのプライドだけで頑張ってきたんだけどね。美和はため息をつきまた話し始めた。私の家、総合病院だって前に話したと思うけど、私は幼い頃から、病院を継ぐのは長女である私なんだって頑張ってたんだよね。でも、両親は私には見向きもしないで、優秀な弟こそが未来の院長だと褒めちぎるんだよね。私、それが悔しくて悔しくて、どうにもならなくて泣いてしまったんだ。そうだったんだ。兄弟がいない俺、ましてや母子家庭で、継ぐ家や家業さえない俺には、住む世界が違いすぎて、どうやって励ましたらいいのかわからなかった。だが、年下の弟に学力で抜かれたという美和の悔しい気持ちはとても理解できた。川崎さん、よかったら俺と一緒に勉強しない？え？一人で勉強してると行き詰まる時があると思うけど、
二人ならわからないところとか教え合ったりできると思うんだ。いい考えだと思わない？うん、そうだね。ありがとう、福島くん。美和はまだ赤い目をしていたが、そう言ってニコリと笑ってくれた。美和はどれだけ今まで悔しい思いをしてきたのだろう。だがその悔しさをバネにしていつも頑張ってきたんだなと俺は思った。一緒に勉強することで俺は少しでも美和の役に立ちたいと思った。そう、これからは美和は一人じゃないんだ。美和は毎日塾に通っているため、塾のない土日の午前中だけ俺たちは図書館で勉強することにした。もともと同じ学校の学年トップを争う、俺と美和は学力も同じくらいだった。福島くん、これどう解けばいいんだっけ？ああ、これはこの方程式を利用して、こうじゃない？あ、そうか。お互いがわからないところを教え合うことで、かなり勉強を進めることができた。福島くん、私が行ってる塾のテキスト見る？俺は塾に通ってないから、美和の申し出は嬉しかった。そしてそれがプラスに働き、二人が力を合わせれば解けない問題などないくらいになった。とはいえ、時々二人でわからない事態に直面してしまうこともある。だがここは図書館。答えを導いてくれる本がすぐそばにある。あった！これじゃない？そうだね。本も二人で探せばすぐ見つかるし、勉強も一人でするよりはるかに効率が良かった。いつものように図書館で待ち合わせをしていると。福島くん！満面の笑みで美和が俺の元に走り寄ってきた。やったよ、福島くん。私テストの点数で弟に勝ったんだよ。嬉しそうに美和が俺に言った。よかった。頑張った甲斐があったね。うん、福島くんのおかげだよ。いや、川崎さんが努力したからだよ。俺は照れ隠しでそう言った。ううん、半分は福島くん。もう半分は私の努力ってことで。そう言って俺の方を見て笑う美和。美和に笑顔が戻って心から良かったと思えた。できるならもう泣き顔は見たくないなと思った。美和と一緒に勉強するようになって4ヶ月経とうとしていた。街はクリスマス一色の装いになっていた。ねえ、福島くん、もうすぐクリスマスだよね。よかったら一緒にイルミネーションを見に行かない？そうだね。たまの息抜きにはいいよね。俺がそう言うと、美和はゴニョゴニョと何か言っていたが、え、何か言った？と俺が聞くと、なんでもない、約束だよ。じゃあまたね。そう言ってスキップでも踏んでるかのように軽やかな足取りで帰っていった。もう福島くんたら女心分かってないんだから。ゴニョゴニョの中身はそんなことだったと後に美和から聞かされた。クリスマス当日、俺たちは駅前のイルミネーションを見に行った。ここのイルミネーションは有名で、毎年多くの人で賑わっている。綺麗ね。うん。少し二人でイルミネーションを見ていた。福島くん。突然美和が俺を呼んだ。うん。私と付き合ってほしいの。イルミネーションの光が美和の顔を照らした。綺麗だな。俺は美和を見てそう思った。俺は図書館で話すうち、頑張り屋で負けず嫌いの美和がずっと気になっていた。その思いは会うたび強くなっていた。だが、恋を知らない俺にとって、それが何の感情なのか気づけずにいた。だが、今はそれがわかる。俺は美和を好きになっていたんだ。川崎さん、俺でよければ。うん。そして、俺たちは付き合い始めた。俺たちは3年生となり、ここからは受験一色の毎日になっていった。俺と美和はそれでも土日に図書館での勉強会というデートを積み重ね、より仲を深めていった。母さん、俺付き合ってる子がいるんだ。まあ、ほんと？達彦に彼女ができたんだ。お母さん会ってみたいから今度連れてきて。母は俺に彼女ができたことを喜んでくれた。お父さん、お母さん、私付き合ってる人がいるの。そう。受験に支障がないようにしなさいよ。そんなことを言うんだ。私がどんな人と付き合おうが関係ないんだ。美和は自分に対して無関心な両親に腹が立ったと言っていた。まあ、いらっしゃい。達彦にもったいない綺麗な子ね。そう言って、俺の母は美和に会ってくれた。だが、美和の両親には会うことはなかった。もうすぐクリスマスだね。今年もイルミネーション見に行こうよ。付き合い始めて1年。
俺たちはあの思い出のイルミネーションの前まで来ていた。まさかその思い出の場所で思いがけない出来事を知らされることになろうとは夢にも思っていなかった。あの駅前でイルミネーションを見ていたその時、俺の携帯に見知らぬ電話番号から着信があった。知らない番号だったが、呼び出し音がいつまでも鳴っていて、ちょっと電話に出てみるよ。そう言って電話に出た。そちらは福島達彦様ですね。はい、そうですが、お母様の福島ゆき様が事故に遭われて、私どもの病院に運ばれました。至急いらしてください。俺は病院の名前と場所を聞き、すぐさまその救急病院に美和と一緒に駆けつけた。お母様はこちらです。俺は母のもとへと急いだ。母さん、母さん。呼んでも返事することはなかった。その後医師から、ご臨終です、と告げられた。母さん、嘘だろ。なんとか言ってよ。母さん。達彦。美和は俺の肩に手をそっと置いた。俺は今の状況が飲み込めず、ただただ呆然としていた。嘘だよな。そう何度も繰り返す俺の背中をさすって、美和が俺を支えてくれた。美和、ここにいたのね。その声の主は美和の母親だった。その後ろには父親もいた。この時俺は二人に初めて会った。この度はご愁傷様でした。そう丁寧にお辞儀しながら言われた。俺は何も言えず、ただ頭を下げることしかできなかった。美和、帰るわよ。その時、美和の母親が美和に冷たく言い放った。でも、達彦が。これから福島君はお母様の葬儀で忙しくなるのよ。あなたがいたって足手まといになるだけよ。でも、福島君、私どもはこれで失礼させていただきます。お力を落とされないように。そう言って半ば強引に美和を連れて帰っていった。仕方ないよな。そう思いつつも、美和にそばにいてほしかったなと思った。母が目を覚まさない現実をどう受け止めたらいいのか俺にはわからなかった。その後駆けつけてきた叔父とおばが、達彦、大変だったね。そう声をかけてくれた。俺は母の亡骸を少しの間、叔父とおばに任せ、警察や病院関係者とあらゆる手続きを済ませた。俺が手続きに追われている間に、叔父とおばは葬儀社に連絡をしてくれた。正直、俺はどうしていいかわからなかったので、叔父とおばには感謝しかなかった。霊柩車に母を乗せ、俺は一緒に乗り込んで自宅まで行った。後から叔父とおばも来てくれて、いろいろな段取りをしてくれた。母の葬儀は慌ただしく進み、母との別れを惜しむことさえままならないまま、気がつくと母のお骨を抱いたまま、俺は家にいた。家にはいつも笑っていた母の姿はもうない。母さん、なんで言ってしまったんだよ。後から溢れ出る涙、俺は母が亡くなってから初めて声を出して泣いた。しばらくはまだ現実を受け入れられなかった。達彦、ただいま。そう言って母が帰ってくるのではないか。今までのことは夢ではないのか。そんな思いの繰り返しだった。だが、これからのことを考えなくてはいけない現実がそこにあった。俺は気を取り直して久しぶりに高校へと向かった。担任の及川司にどうしても伝えたいことがあった。先生、ちょっと話したいことがあるんで、今から学校に行っていいですか。担任の及川司には事前に連絡をしていたため、職員室で待ってくれていた。もう冬休みに入っていたため、生徒もいなく閑散としていた。先生、この度は葬儀に参列していただいてありがとうございました。福島、大変だったな。及川先生は心配そうに俺を見た。先生、俺は大学進学を諦めます。福島、お前の成績なら大学に進学した方がいいぞ。及川先生はそう言ったが、残された遺産と奨学金のことを考えたら、生活費を稼ぎながらとなると、大学で4年間なんて難しいです。俺はその状態で勉強ができると思えなかった。そうか、わかった。及川先生はそれ以上何も言わなかった。俺は美和にもこのことを伝えなければと思っていた。美和はそれまで何度か心配して電話してくれた。美和の電話は沈んでた俺の気持ちを明るくしてくれた。
今年の終わりがそこまで来ていたとき、美和、話したいことがあるんだ。そう言って美和を呼び出した。達彦、話って何？俺、大学には進学しないことにしたよ。いろいろ考えたけど、生活費を稼ぎながら大学で勉強するのは難しいと思ったんだ。美和は黙って聞いていたが、俺が話し終えると。そう。と一言つぶやくように言った。大学に進学しないんだね。俺を憐れむように美和が言った。そして俺の方をしっかりと向き。私さ、学歴が高卒の人は無理なのよね。だから別れましょ。クールな美和がそこにいて、俺を突き放すように言った。美和、俺は驚きを隠せなかった。街のイルミネーションに照らされた美和が、俺の知らない美和に思えた。だが、確かに将来大病院を継ぐために努力を怠らない美和には、高卒の彼氏なんて耐えられないだろうな。と、無理やり自分を納得させるしかなかった。わかった。川崎さん、受験頑張って。うん。福島くんもこれから大変だろうけど、頑張って。俺と美和は決して交わることのない人生を歩んでいくことになった。だが、人生なんて何が起きるかわからない。俺は後に回り始めた歯車が美和につながっていくとはこの時予想だにしなかったのである。年が明けると授業もなく受験もしない俺は高校に通わず就職先を探した。福島、この会社はどうだ？この会社は小さな町工場だが、社長が面倒見のいい人でな。お前も働きやすいと思うぞ。及川先生は俺により良い仕事先を提案してくれて、親身になって協力してくれた。俺は及川先生が推薦する町工場の面接を受けた。福島達彦くんね。社長自ら面接をしてくれて、採用だよ。俺は無事に就職先を決めることができた。早いものでもう卒業式となっていた。俺が美和と最後に会ったのはこの卒業式だった。俺は美和が志望校には受かったのか気になっていたが、美和は一切俺と目を合わせなかったので話すことは叶わなかった。美和と別れた俺だが、確かに心を通わせていた。あの図書館で。別々な道を歩むしかないが、美和が叶えたい夢に一歩近づけるようにと、ただ願い、俺は美和への思いを封印した。突然の再会に、俺の脳裏には美和との思い出が走馬灯のように蘇る。その思い出に引きずられて無言でいると。ちょっと、何か言いなさいよ。と、じれたように声を荒げる美和。ああ、俺ちょっと怪我してここに来たんだ。と、俺が説明しようとすると。バカは風邪ひかずに怪我するんだね。と、また詐欺すむように美和が言った。いくら高卒は嫌だと振られたとはいえ、ここまで嫌味な性格だったろうか。と、そんな美和に違和感を覚えた。俺が知っている美和はこんな女性ではない。現実と思い出が交錯していた。あなた、彼のことを知らないの？美和の背後から俺の見知った顔が近づいてきた。その顔は美和への嫌悪感をにじませ、その声にはトゲがあるかのようだった。福島先生！美和は驚いた声を上げた。このマンモス病院で外科医を務める福島さつきは、俺をかばうように美和の前に立ちはだかった。俺がこの病院に運ばれてほっとしたのは、この福島さつきがこの病院にいるからだった。さつきは、あなた、達彦は大学工学部の教授よ。高卒だとか何言ってんの？と、俺の今の身分を美和に告げた。やめろよ、さつき。と、俺はさつきに言った。ふと美和の方に視線をやると、目を見開き驚いて声も出せない様子だった。美和はさつきと俺を交互に見ながら。え？大学教授って、本当なの？と、震える声で聞いてきた。ああ、本当だよ。と、俺は名刺を取り出して美和に渡した。その名刺を見るなりまた驚いていた。美和はきっと就職した俺がどうして大学教授になれたか不思議だったんだろう。それは、及川先生が推薦して就職した町工場の社長の一言があったからだ。福島くん、及川先生に聞いたよ。君はご家庭の事情で大学進学を諦めたんだってね。はい。大学に行きたいという気持ちはまだ残っているのかね。はい。そんな俺に社長はうなずき、ある提案をしてくれた。福島くん、俺も工場で働いているが、大学に行きたくてな。
行ける大学を探したんだよ。そしたら夜学の大学があると知ってな。俺はそこに通いながらここで働いてきたんだよ。君が大学に通いたいと言うなら、俺のように夜学に通いながら働くこともできるんだよ。社長。俺は社長の申し出が嬉しかった。諦めてしまった夢がまた開いていく瞬間でもあった。俺は社長の好意に甘え、大学の夜間部に通った。大丈夫だよ。俺にもできたんだから、福島君にもできるよ。頑張ってみよう。社長はそう言って、俺を応援してくれた。何かに悩むと真っ先に社長に相談した。社長は俺を励まし、より良い方向に導いてくれた。病気で父親を亡くした俺にとって社長は父親のような存在でもあった。俺は昼間は工場で、夜は大学でと二足のわらじを履くこととなった。俺は行きたかった工学部の大学に行けてるという喜びから、いろいろなことを吸収しようと日々勉強に明け暮れた。その勉強の成果を見ていた教授に、福島君、君のその能力には目を見張るものがある。君さえよかったら、俺の研究室に来ないか?と誘われた。俺はその申し出を受けて、社会人ドクターとして、会社と大学両方に席を置き、研究に励んでいった。その結果、今では大学教授にまで上り詰めたのだった。達彦、支払い済んだわよ。と、さつきに声をかけられ、促されるまま俺は病院を後にした。ドアから出る時も、美和は何とも言えない表情で、俺とさつきを見ていることに気がついたが、それ以上何も言えず、俺はその場から立ち去った。あの時の俺は、美和の目にどう映っていたんだろう。肋骨の骨折は厄介で、俺は数日間の自宅療養を余儀なくされた。大学に復帰することはできたが、相変わらず肋骨は痛かった。まだ痛むな。いつになればよくなるんだか。思わずため息をついていた。コルセットのおかげか動けないという状態にはならずに済んだ。俺が大学に復帰したのを知ると、一人の大学生が俺に近づいてきた。福島先生、あの時はすみませんでした。俺に自転車をぶつけた大学生だった。校内を走るときは注意しろよ。俺はそう言って大学生を許した。さて、久々だな。俺は大学の研究室のドアを開けた。教授、大丈夫ですか?准教授の岡田葵が俺に聞いてきた。まあ、まだ完全ではないがな。無理しないでくださいよ。だが、どうしても気になってな。教授は本当に研究熱心ですね。岡田が俺を茶化したように言った。研究室で仕事をしていると、スマホに着信があった。誰だ?そう思いスマホを見るとそこには、美和の表示があった。俺は美和の電話番号を消せずにいた。あんな形で別れたが、俺の中に泣き出した美和の顔がいつまでも焼きついて離れなかったからだ。俺は驚きながらも電話に出た。はい。よかった。番号変わってなかったのね。と、美和の声が聞こえてきた。達彦、会って話したいの。意外な申し出に戸惑ったが、俺は、わかった、と言って承諾した。数日後、俺たちが待ち合わせたのは、あの思い出の図書館だった。図書館の中では話せないので、併設されたカフェに二人で入った。席に座るや否や。ごめんなさい。と美和が謝ってきた。達彦と久しぶりに会ったのに、私ひどいことを言ってしまったね。その顔は後悔に滲んでいた。俺はその顔を見て、ああ、昔の美和だとなぜかほっとした。別に気にしてないよ。そう。でも驚いたわ。まさかあなたに再会できるなんて思わなくて。まあ、俺もびっくりしたけどな。就職したって聞いていたから、まさか大学教授になっているなんて思ってなかったから。ま、普通はそう思うよな。どうして大学教授になれたの?俺が就職したのは町工場だったんだが、その社長が夜学に通いながら仕事をしてた人だったんだ。ある時、社長にそのことを聞かされて、俺も働きながら夜学に通い始めたんだ。その中で、教授に研究室への誘いを受けて、社会人ドクターとして研究に励んだんだ。その結果が今なんだ。達彦、苦労したんだね。美和は、ふう、と大きなため息をついた。そして今度は自分のことを話し出した。家の病院、結局弟が継いだんだ。
だから私はあの病院に転職したのよ。私ね、あなたと別れてから第一志望の医学部に落ちて、かろうじて第二志望には受かったから、その医学部に進んだのよ。美和の表情はだんだんと曇り、その声は悲しげだった。でも、すごいじゃないか。第二志望とはいえ、現役で受かるなんてなかなかできないよ。達彦。美和は悲しそうな顔をしていた。結局弟は私の第一志望の大学にストレートで受かって、私はまた弟に負けたのよ。私は最後まで弟には勝てなかったわ。弟は優秀な外科医で、私はどこにでもいる内科医。当然両親は病院を弟に継がせたのよ。両親は私に弟と協力して病院を盛り立てていきなさいと言ったわ。でも私はどうしてもそれができなくて、今の病院に転職したのよ。俺はかける言葉を見つけられなかった。弟に負けて悔しくて泣いた美和。テストで弟に勝って嬉しくて笑った美和。すべて俺は覚えているから、どれだけの思いを抱えているのか計り知れなくて、どんな言葉をかけても安っぽく感じていた。私ね、どうしても叶えたい夢があった。そのためにはあなたとの別れが前提だったの。両親がね、お母様を亡くされて天涯孤独になったあなたじゃ、どうせ大学になんて行けないだろ。高卒と付き合ったってお前にこれっぽっちもいいことなんてないんだよ。お前が将来うちの病院を継ぐつもりなら、そんな高卒との付き合いなんてやめてしまえって言ったのよ。私が叶えたかった夢を両親はちらつかせてね。美和。私は夢のためにあなたへの思いを断ち切ろうと、あんなひどい言い方までしてあなたと別れたのに、あなたを傷つけた報いね。結局は弟が病院を継ぎ、私の夢は破れたわ。自業自得よね。美和はそう言って苦笑いをした。なんかね、いろいろ鬱憤が溜まっててね、あなたの顔を見たら、なんだか当時のことが蘇ってきたのよ。あなたが悪いわけじゃないのに、顔を見たら、あんな風にあなたをバカにする言い方をしてしまったの。単なる八つ当たりだよね。ごめんね。やっぱりなと、俺は美和の説明を聞いて納得した。俺はどこかで美和に違和感を感じていた。どこかで美和が言うはずがない、本心ではないんだと思っている自分がいた。もう、過ぎたことだ。気にしなくていいんだよ。と俺は美和に言った。ずっとずっと美和は気にしていたんだろう。ほっとした表情を見せ。ありがとう。私もなんだか重い荷物を下ろせた気分よ。福島先生とお幸せにね。と言って美和は立ち上がった。え？ちょっと待って。なんでさつきが出てくるんだ？と驚く俺に。え？名字同じだし、名前で呼び合ってて夫婦なんじゃないの？と美和は首をかしげて言った。ちょ、待って。あいつは違うよ。違うって？さつきは父方のいとこで、あいつにはちゃんと旦那さんと子供がいるんだよ。いとこ？そうだよ。俺は独身だ。さつきは仕事柄面倒だって旧姓を名乗ってるんだ。俺は怪我をした時、いとこがいる病院に運ばれたってほっとしたんだ。俺は必死に説明してなんとかその場を取り繕った。必死の俺の形相に目を丸くしながら。え、まだ独身なの？恋人は？と美和が聞いてきた。恋人？俺、美和が最初で最後の恋人なんだ。顔から火が吹き出しそうだった。美和もその言葉に真っ赤に顔が染まっていた。美和は恋人は？いないわ。達彦はあんな形で振っておいて、他に誰かと付き合うなんてできなかった。自分だけ幸せになるなんて、そんな資格ないと思って。目にはキラリと光るものがあった。もう美和の涙は見たくないと思った。なあ美和、俺たちもう一度友達からやり直さないか？俺の提案に少しハッとしていたが。うん、図書館デートから始めましょう。美和はそう言って微笑んでいた。どうしても忘れることができなかった美和。俺は痛い思いをしたが、ようやく美和にたどり着いた。俺たちは何度かデートを繰り返し、友達の関係から恋人になっていった。そしてお互いがなくてはならない存在となり、数年後結婚した。美和は内科医として、あの病院で手腕を振るい、今は内科部長という肩書きを手に入れた。俺は大学の教授として、研究に没頭する毎日だ。時々美和が差し入れを持ってやってくる。待ってましたとばかりに、准教授の岡田が頬張る。
さすが美人の奥様の作る料理はうまいですね。知ってますか？大学で教授と奥様はおしどり夫婦と呼ばれてるんですよ。岡田くん、食べるか喋るかどっちかにしてください。またまた、教授照れちゃって。岡田は俺をおちょくりながら食べ終わると、では、俺ちょっと出かけてきます。そう言って二人にしてくれた。俺と美和は顔を合わせて二人で笑った。俺たちは長い時間を経て、お互いにたどり着いた。その時間を埋めるべく、今は一緒にいる時間を積極的に作っていた。俺たちには、来年新しい家族が増える予定だ。俺は仏前にお茶を供えながら、父さん、母さん、美和と生まれてくる子供を守ってくれよ、と天国にいる両親に手を合わせてお願いする毎日だ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。